はい、皆さんこんにちは。一人足りません、なぜか最初はですけれども、本日はソーシャルイノベーションウィーク、後半戦に入りまして、あと残すところ3日となりました。で、実はこの2時間のロングパネルディスカッションは、今日が最後になりまして、ずっと連日やってたんですけども、本当にさまざまないい議論ができております。で、まさに最終のロングパネルにふさわしい、今日は、まちづくりのセッションになってまして、変わり続ける渋谷系まちづくりということで、皆様よろしくお願いいたします。会場にお越しの皆さん本当にありがとうございます。あとオンラインで見られている方も、ぜひ質問とかをツイッチ上で送っていただければというふうに思っております。はい、あれですね、千秋さんが一人に戻って来ておりませんが、ちょっと今日の背景を申し上げますと、実は、渋谷系まちづくりということで、本日会場にお越しのいただいている皆様にはお渡ししておりますが、11月20日に、書籍の方が出版されることになりまして、急遽この皆さん、こちらのセッションに間に合うように、一部取り寄せというものを行いました。こちらの日建設計さんの本当に企画と、未来デザインが全体をまとめるということで、一緒になって、ここを本当にずっと、インタビューは、かなり長い時間ありますけども、やってきた企画となっておりますので、ぜひオールカラーでやっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、まずは、この書籍でも全体の企画をなさった、小森さんの方からちょっと自己紹介も兼ねて、やっていただければと思いますが、自分のことを全く言ってませんでしたが、私は渋谷未来デザインの長田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ私から話していいですか。はい、ちょっと待ってください、スライド。はい、はい、私の自己紹介は私がやる。あ、すいません、そうですね、私がまず自己紹介というか、はい、そうですね、奥森さん、今回の企画一緒にやりましたって、これ一回消してもらって、もう一回上書きしてもらった方がいいかもしれないですけど、多分ライブなんで難しいということで、はい、株式会社日建設計の取締役で常務執行役員の、都市部門統括の奥森さんです。今日よろしくお願いいたします。はい、ちょっとじゃあ先に全員お名前だけ皆さんご紹介ね。もう千秋さんを待ってる間に焦っちゃって、はい、はい、奥森さんの隣にいらっしゃるのが、CCC 公共サービス、企画の、事業本部長の高橋さんです。高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、そして真ん中にいますのが、おなじみですね、株式会社ロフトワーク共同創業者の、林千秋さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、そしてエブリデイザデイのクリエイティブディレクターで、講師用の佐藤夏夫さんです。よろしくお願いします。お二人は渋谷未来デザインの、フューチャーデザイナーということで、いつもアドバイスの方をいただいており、ありがとうございます。はい、では奥森さんの方から今回書籍も、はい、背景なども含めてぜひお話しいただければというふうに思っております。はい、ちょっとあれしましょうか。じゃあ今会場の皆さんにはお手元に、この本が届いていると思うんですけれども、まだ出来たてほやほや、今日すり上がってきたみたいな感じなんですけども、タイトルが今スライド上がっているように渋谷系まちづくりということで、100年に一度の大改造ということで渋谷のまちづくりいろいろ進んでるんですけども、2019年に、スクランブル、フクラス、が出来上がったということで、今ちょうど真ん中ぐらいなんですね、まちづくりの。うん、で、実際まだこれから10年ぐらい、駅の周りはいろんなプロジェクトが続くので、その、終わりまで待ってるとなかなかまちづくりのこういろんなことの、物語が、皆さんにお伝えすることができないということもあって、このまちづくりの中間段階でまちづくりに関わった皆さん、これもう一枚進めていただくと、はい、これは実際に本に出てくる林さんを含め皆さんもいらっしゃいますけれども、うん、41人ですね、41人、はい、すいません、人数覚えてなくて、
41人のメンバーと、で実際に関わっている人間はですね、まあこれのまあ10倍20倍、うん、30倍ぐらいもっといるんですけれども、そういうあのすごく多くの人たちが、まあ、渋谷の街づくりっていうことをどうしていくかということを、まあ、日々考えながらで作ってきた。でただの実はですね、あの次また言っていただいて、あの中身はですね、こう一つ一つの、項目がこう読み切り型になっていて、まあ、デザインだったりコミュニティ、パブリックスペースとかでマネジメントで、未来デザインの皆さんと対談させていただいた渋谷と未来っていうテーマも、うん、入ってるんですけれども、あのこの企画をしたのは、もともと日経設計のホームページで、いくつかの対談を始めていたんですけども、まちづくりのこう実際のこう裏側だったり、そのシナリオみたいなことがなかなかこう共有することが難しいところがあるんですよね。そういうところがあるので、実際にあのいろんなテーマで実際に関わった人、うん、でこの本のテーマって、あのさっき言ったこの表紙もそうなんですけども、いろんな人が渋谷の街をこう、まあ、作るし使ってるし、渋谷の街を考えてるみたいな、そういった意図でこの表紙って作ったんですけども、まあ、そういう意味では人にフォーカスを当てて人中心の街づくり、渋谷というのがこう新しい街づくりのモデルになるんじゃないかと、うん、でその街づくりが街づくりにとどまるんじゃなくて、カルチャーにまでなっていくということで、タイトルも渋谷系街づくりというタイトルにしたというのがこの本の一番の趣旨になっています。中身はあのいろんなですね、あの映像とかもあの写真とかも入ってますし、はい、あのまあ、街づくりの本なんで少しこういった、ねね、まあ、渋谷の歴史だったりプロジェクトの歴史みたいなことも触れていますし、うん、はい、中にはこれはあの、光栄をデザインした吉野さんと、ストリームをデザインした赤松さんの2人の対談なんですが、あのアーバンコアっていう、まあ、渋谷ではこう、代表の言葉になっている縦軸の空間があるんですけれど、エスカレーターとかエレベーターなどかな、うん、それが光栄でどうデザインして、ストリームでどうデザインしたかみたいな、そんなことを、こう2人でこう話しているところとかですね、これは、まあ、まさに佐藤さん、林さんにも出ていただいて、長田さんもいらっしゃいますけれども、うん、渋谷の未来って今後どうなっていくんだっていうことを、まあ議論させていただいたと、こういったまあ多様な内容がこう盛り込まれている本なので、ぜひ手に取っていただいて、どんなことをみんなが考えながら、こう渋谷ってなかなかこう作るって難しいと思うんですね。渋谷ってなんかこう誰かが考えて作ってきた街じゃないので、それをこう悩みながら作ってきたプロセスが一部はここの中に入っているので、ぜひ皆さん手に取っていただければということで、作らせていただいたというのが本の趣旨になっています。ありがとうございます。なんかあの今回 SIW でも渋谷系街づくりって話も出た時に、街づくりも渋谷系なんだって、やっぱりみんなよく渋谷系ファッションとかそういうね出てくると思うんですけど、そこもですので、そういう意味でなんかタイトル話し合う時にも私もあのいくつかアイデア出させていただいて、やっぱり人とか、まあ、文化がここから生まれてるっていうことで、街づくり自体もそういうある意味カルチャーでたくさんの人が入っているっていうことで、今回なんかこういう形でちょっとね、ハマりましたよね、渋谷系街づくりっていうタイトルにした時に。そうですね、うんうん、なんか最近渋谷系とか渋谷性っていうあの性って言われるんですけど、なんかそういう感じでポップな形となって、皆さんにぜひ手に取っていただいて宣伝もしていただければということで、あのこのようなあれですけれども、まああの街づくりっていうお話をちょっとさせてなんかいただいたときに、ぜひちょっと今日いらっしゃる皆さん、さまざまな形で街づくりに関わって、渋谷だけではなく街づくりにあの関わっていらっしゃるというふうに思ってますので、まずちょっと自己紹介も含めて、お聞かせいただきたいなというふうに思っております。ではまず松尾さんから、はいはい、お願いいたします。はい、渋谷未来デザインのフューチャーデザイナーをしています佐藤夏夫です。よろしくお願いします。あのまあ、街づくりってそのなかなか渋谷の場合誰か一人が作ったとかこう俺がやったみたいな話でもないので、そんなあのなんかこう自分がどうこうっていうことでもないんですけど、あの普段僕がこの渋谷未来デザインでフューチャーデザイナーさせていただく時の、まあ、自分が結構大切に心づもりっていうか大切にしていることがありまして、
で何かっていうと、まあ、大抵こう未来っていう言葉を聞くとね、どうしてもこう今ない何かでもっと新しくて便利でタイヤがない車が飛んでるみたいな話になるんですけど僕は逆に未来っていう言葉を使えば使うほどいつも子供っていう言葉に置き換えて、なくなって今新しいまだ見る何か新しいものもやってくるだろうけど、絶対になくしちゃいけないものもあるので、その時に未来って単語で見ちゃうとまだないワクワクって訳したくなるところを、残しておかなきゃいけない安心とかっていう風に置き換えるようにしてるのと、あとは渋谷未来デザインの今度はデザインっていう言葉もなんか非常に誰かが支配的に作為的にこう作業するようなイメージがあるんですけど、それも逆になんか土をいい土を作るとこう勝手に生えてくるみたいな、何かこう自分が何かを仕掛けるとかしでかすというよりは、いろんなことがこう増殖しているような土壌作りみたいな風に思っているので、まあ、いつもまあ渋谷未来デザインっていうと渋谷クール、未来先端、デザイン統合かっこいいみたいな感じなんですけど、真逆真逆真逆みたいになるべく渋谷が土臭く、未来が本当子供たちの残したいものでデザインも、土みたいなもんで生まれやすくする土壌っていう風に考えて、いつも渋谷未来デザインでは企画をするようにしています。はい、よろしくお願いします。なんか夏尾さんのそのいろいろ企業とかブランドに対していろいろやってるじゃないですか、クリエイティブ、はいはい、でこの街づくりとか未来デザインっていうのはまたちょっと自分のとっては違う角度なんですか？そうですね、普段は僕はブランディングとかマーケティング の仕事をしてるんですけども、やっぱりその先ほども言いましたけど、何か大切なものを残すっていう作業は結構続けると残すって今すごく難しくて、結構でもっと言うと続けるべきことっていうのもなかなかないんですよね。だから今企業とかブランディングで言うと、なんかこうやるとパッと認知が上がって物が売れたりとかいろんな新しいことを仕掛けて話題になったりバズったりもするんですけど、結構続くものっていうの、僕はいつもなんかアイデアを考えるときは10年っていうふうにいつもアイデアの耐久性っていうか考えていて、もっと言ったら耐久性って言ったらアイデアが持つ時間みたいですけど、10年持つにはアイデアって育っていかなきゃいけないんですよね。でもっと言ったらアイデアが育つってどういうことかっていうと、作った人とか生んだ人だけじゃなくていろんな人が参加してって、そのアイデアが育っていって、もっと言うと、社会に実装されていって、まあかっこよく言えばカルチャーになっていくみたいなことだと思うんで、いつもアイデアを考えるときはこれ面白いねとかこれ流行るねとかこれ話題になるねじゃなくて、10年後にこのアイデアってあるのかなというのをいつも基準にっていうとね、めちゃくちゃかっこ、そんなアイデアいいアイデアばっか出してんのかって言われそうですけど、いつもアイデアっていう単語ってすごくこうひらめき的な、感じにこうアイデアって単語そのものがね、どうしても面白いこと、ひらめきみたいなニュアンスになる、それもまた僕は嫌なので、なるべく10年持つもの、育つもの、参加者が増えるものっていうふうに考えています。なんか今年アイデアの祭典ってことで SIW もなので、やっぱりじゃあ10年後にここで出たものが育ってるっていうものが出てくるといいなって今思いました。僕 C サイエンター全部ぶった切りますけどね。僕が C サイエンター全部バスバスバスとかちょっとなんか皆さんからもね、そう、私今話聞いてて、はい、すごいその通りだなと思って、いつも私たちに共感を、いや違う A って言ったら B って B って言ったら A みたいな、そうそう、大体大体真逆なそういう感じかと思っていたら、いや本当にその通りだと思って、もう素敵今日珍しい前回のインタビューもね、なんかこう、まあ、バチバチになっちゃって、この本の中の対談も結構ね、真逆の、いやそうなんですよ、はい、ここに来てる方は、多分ね、すごくその通りだと思います、仲いいんですけど結構バチバチ、意見がこうバチバチだけどまさに本当に、街づくりとかそれで大切なのが、まあ、特に渋谷っていうと、やっぱり未来に対してどう石を置きに行くか、でその時にやっぱり今ない何かを置きたがる、だからそれが、ね、夏尾さん曰く空飛ぶ車みたいな形になったり、そのモビリティはとかっていう風になるんだけど、私もやっぱり同じように何を守っていかなきゃいけないかっていうのが一番大切で、でまあ、その守っていきたいことのために技術がテクノロジーが
貢献するんであって、うん、テクノロジーの貢献が目的ではない、うんうんうん、そういう意味においてはもうぴったりぴったりでしたもう最初から最初からもう今日は本当に2時間じゃなくて1時間で終わっちゃうかも。いやいや終わらないですあの、ま、ここに来られている皆さんにも後ほど参加いただくので、うん、そうかそうか1時間で、でもそういう視点で私もまちづくりをやっています。はい、うん、ここからあれですけどね、千秋さんのちょっと最近のアップデートも兼ねてちょっと千秋さんとまちづくりみたいなところをお話しいただきたいんですか。そうですね、うん、私ロフトワークの、今年の2月からは代表を降りて、取締役会長っていうことで、20年勤めてきて、でその区切りをある程度つけようかなと思って今整理をしている最中なんですね、うんうん、でやっぱり渋谷と自分の会社っていう意味で考えると、渋谷にオフィスを持ちたいっていうのはなかったの、うん、でなんとなくブラブラって歩きながらどこがピンとくるかっていうのを歩いて感じてこう、うんうんうん、感じていたら、あ、ここだったら私うまくいくかもしれないっていうのが、スワト代表のね、うんうん、それが今のビルなんですよ。ファブカフェ1階にファブカフェがあって、で今6フロア借りてるんですけど、その時にまだ10人ぐらいだったのかな、10人とか15人ぐらいだった時にこのビルいいって思って、なんとか入りたかったから自分たちより大きい会社にこのビルに入りませんか、でちょうど一部貸してくださいって言って、うん、はい、借りたのがあのビルなの、でもずっとあそこにいるわけ。だけどやっぱりなんかあそこでロフトワークが花が開く感じがすごくして、うんうん、なんかそれはイメージ通りだったのかなっていうふうに思うんですけど、うん、渋谷 なので、ファブカフェっていうデジタルものづくりのカフェも経営させてもらっていて、うんうん、長谷部区長とも話をしている中で、渋谷を作っているのは誰なのか、あるいは街を作っているのは誰なのかっていう時に、うん、渋谷の区民はもちろんそうだとは思う、うん、で区民税も払っているし、うん、だけどそれ以上に、はい、その渋谷を愛している人たち、うん、あるいは渋谷を使っている人たち、うん、つまり週末に遊びに来る人、あるいは私たちみたいに、私は正確に言うと目黒に住んでいて、うん、オフィスは渋谷みたいに渋谷をこう働いている人、うん、そういう人たちも含めて渋谷っていう街を作っていると思うから、うん、なんかそれを渋谷民って呼んで、なんか広い意味で区をこう行政を考えるときに、意見を聞いた方がいいんじゃないかなんていうことも言わせてもらったように、うん、なんか渋谷の街づくりっていうのは、区民だけではない、もっと広い意味での渋谷っていうのが定義されたらいいなというふうには思ってますね、うん、あれ、もともとロフトワークは、うん、創業当時のその会社っていうのは、うん、何を目的、クリエイターを企業と結びつけるっていう、なんか今とあんまり変わってない、うん、あ、変わってない、その、うん、創業創業の時から。でも街づくりみたいなもの結構やってるじゃないですか、いろいろ、例えば飛騨とかああいうところも、うん、それは、うん、その時からもそういう、うん、その時は想像はしていなかったんだけど、うん、飛騨の森で熊は踊るっていう会社を7年前に作って、それは分かりやすく言うと林業の会社なんですよ。だから街づくりじゃないじゃんって思われるんだけど、実は私たちがやっているのは面白いと思ってワクワクする、うん、で面白いと思ってクリエイティブな発想になる、うん、つまりクリエイティブにな人たちと、そのクリエイティブになれるんだったら何とでも結びつけるっていうのがロフトワークのポリシーなわけ、うんうんうん、だからそれが街づくりと結びついたら飛騨の森で熊踊るっていう、だからあれはその飛騨市にある広葉樹にをワクワクする人たちと結びつけて何が作れるのかっていうことを研究しているっていうのが飛騨熊なわけ、うん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 、だし、
まあ、新宿なんかでもやっているのは、そのそこでどういう人たちが結びついたら新宿が面白くなるのか、うん、だからつまり面白くなるっていうことがものすごく大切 で、うん、でなのでロフトワークはクリエイティビティウィズインオールっていう、クリエイティビティはみんなの中にあるし、うんうん、一人一人がワクワクすること、それを引き出すっていうのをコーポレートメッセージとしてやっていこうかなっていうふうに思ってます。いやでもどうですかね、なんかさ、そういう意味では夏尾さんとも、ね、一緒だよねなんか珍しくスタートは一緒すごいなですよね、クリエイティブディレクターっていうので、うん、ね、本当これなんかやっぱりそういうクリエイティブな皆さんがやっぱ街づくりにすごい関わってるっていうのを渋谷でものすごく感じたっていうのが私があって、あこういう人たちもこういう人たちも、あとフューチャーデザインのライズね、斉藤誠一さんもあるじゃないですか、あっていうのに結構衝撃を割とあの渋谷の仕事を始めてからびっくりし、ね、受けたっていうのが実はあって、なんかどちらかというとディベロッパーとか、まあ、建築とかそういうのが街づくりってすごい、あとは自治体のその要素がすごい強かったのが、あこういうクリエイティブな方たちもすごい活躍するんだっていうのは、なんかもしかして渋谷ならではか、もしかして他もそうなのかもしれないですね。そういう意味では、うん、あのベルリン、私が大好きなベルリンとも近いなっていうふうに思っていて、ベルリンも、クリエイティブ産業がものすごく強くて、うん、でクリエイティブな人たちが街をこう司っているっていうか、うん、でもその特徴は何かっていうと、すごく大きな企業がないっていうことでもある、うんうん、っていうか すごく大きな企業が中心になって街づくりをしない、うん、そうじゃなくて一人一人のその例えばベルリンなんかだとバーとか、うん、あのクラブとか、ね、そういうと、うん、そう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 、うんうん、まさに、うん、そういう人たちが街を作っていってるわけ、うんうん、なんか渋谷って本当にそうだなと思っていて、うんうん、どっか一つがすごく大きく、うん、こうやるっていうような形じゃなくて、なんかみんながそれぞれ、うんうん、やっていくっていうか、なんかその感じがすごく私は好きですね。ありがとうございます。じゃあ次は高橋さんに、あこれですね、クリッカーを今ちょっとお渡しますね。はい、あちょっとこれをじゃあお渡しください。あのね、CCC さんもね、渋谷にいろいろもうね、代官山もそうですしでもありますけども、今日は高橋さんはね、福岡からね来ていただいたんですね。そうです、高橋と申します、はい、あの CCC って会社であの公共事業の担当をしてまして、大阪生まれで今あのおっしゃっていただいた通り福岡に住んでまして、今日朝来ました。会社 CCC って会社あまり知られない方もおられるかもしれないですけど、あの渋谷との関係っていうところでいくと、みんな知ってると思う CCC も今さら有名、本当、はい、あのツタヤをやってる会社で、うんまあ、渋谷でいくとこの渋谷ツタヤっていうのと、うん、あと、うん、代官山知ってるよね、なんかで、まあ、渋谷の街づくりに関係してるかどうかわかんないですけど、渋谷でなりわいを、一部させていただいているような会社に勤めてます。で僕自身も実はあの、この後ちょっと、自分の今やってることのお話するんですけど、それまではあのツタヤって会社で音楽とか映像の買い付けの仕事をしてまして、まあ、当然音楽とか映像っていうと、まあ、渋谷がそのカルチャーの発信拠点になってましたんで、まあ、僕はすごいあの10年ぐらい前ですかね、もう非常に渋谷にいろんな刺激を受けた人間です。でそんな僕なんですけど、あの街づくりっていう文脈で言うと、実は8年前にですね、この佐賀県の武雄市っていう人口、まあ、5万人を切るような町で、うん、図書館を、まあ、魅力化してリニューアルをしてくれっていうようなご依頼をいただいて、うん、で、3年、まあ、こんな感じで、図書館のですね、中身とサービス内容とそれからそれを維持継続するための運営を担うみたいなプロジェクトに関わってから一貫して地方都市のですね、公共施設の魅力化みたいなことを、やってます。すっごい素敵だった。ありがとうございます。もう本当にであのやってみてびっくりしたのが、うん、
今までは25万人ぐらいしか来てなかった図書館がいきなりこう100万人近い人が来るみたいなことをやって、僕自身はその街づくりとか全然頭になくやったんですけれど、まあ地方都市でなんかちょっとこう魅力的なことをやると人が動いたり街が動くんだっていうのをまあこのプロジェクトで感じてですね、当時11人でこの5万人の町に東京からみんな移住をしてですね、で僕自身も3年半ぐらいその地方都市に住んで、そのなんていうんですかね、東京とか首都、まあ、その都会じゃない町でのなんかこう伸びしろとか可能性とか、問題意識みたいなのをすごい感じたのがこの武雄市のプロジェクトで、例えばですね、町がどんどん変わるんですよ、町にあったホテルが増築したりとかですね、オートバックスができたりとかですね、ケーズネギニトリとかができたりとかできてる、あとスシローができたりみたいな風に町がどんどん、なかったんだ、なかったです。で、まあ、今でもありがたいことで、まあ、累計で500万人ぐらい来るような、まあ、公共施設になってですね、まあ、そんなことを、町づくりっていうので言っていいのかどうか分からないですけどやってる人間です。で今、8館ほど公共施設を担っていまして、まあ、一貫して大体人口規模が5万人から15万人ぐらいの、まあ、いわゆる典型的な日本の地方都市をやっているような仕事で、まあ、コンセプトとしては市民生活をより豊かにする公共施設みたいなことでやってます。で僕自身はその、まあ、一貫してちょっと先ほど5万人から15万人ぐらいの、地方都市って言ってた通り、地方で公共施設を通じてっていうことを一つの、こだわりにしています。なのであんまりこう大阪とか、東京の都心部とかそういうところで、やる必要性はないのかな、なぜならばそれは民間事業としてできるので、公共施設と一緒にやるっていうこと自体がその地方都市でやることがこう意味があるなというふうに思っています。でそれを何をしたいかというと学びを通じたにぎわい、よく地方都市でも地方創生とかでにぎわいにぎわいと言われるんですけれど、僕自身が必要なのは、ただのにぎわいじゃなくてなんか学びみたいな質の高いにぎわいというのが重要だろうな、特に地方都市にはと思っていて、ちょっと全然できてないんですけど、まあ、中長期的先にはそのにぎわい、学びを通じたにぎわいを使ってなんか一つか二つその地方都市の社会課題を解決できたらなみたいな志でやっています。でそんな中でも僕今も福岡に移住して結構月に何回も佐賀に通ったりとかしてるんですけれど、まあ、大きい問題意識が二つあって、まあ、一つはやっぱり地方都市はその文化的過疎って僕が勝手に作った言葉なんですけど、まあ、渋谷なんか今日も見てるとやっぱりそのカルチャーに出会う量とか、タイミングとかっていうのがもう圧倒的に地方都市少なくて、そのことが結局その若者の人口流出とかもしくは移住促進につながらなかったりみたいなことがあるので、なんかこの僕自身は仕事を通じて地方の文化とかカルチャーっていうのが渋谷ぐらいとは言わずともですね、なんか身近に感じられるようなことができたらいいなと思って、まあ、それを一つの手法としては図書館を通じて提供したいなというふうに思ってます。でもう一個がこれ結構根深い問題ですけど、町への肯定感の低下っていうのも、地方都市を主軸にしてお仕事してて感じるのは、大体その僕がやってる町の人っていうのはインタビューするとですね、うちの町なんてとかですね、昔は良かったんだけどなみたいな枕言葉からお話が始まることが多くて、みんなちょっとしたその寂しさとか、ちょっと言葉選ばず言うと、諦めみたいな、そんなことを、結構おっしゃる方が多くてですね、僕自身はなんか自分の仕事を通じて、オラが町とかなんか変わったよねとか、昔ほどじゃないけどにぎわい戻ったよねみたいな風に肯定感町に対して上がるようなことができればなというふうに思ってる次第でございます。はい、ありがとうございます。ちなみにちょっと質問で、公共施設を作るっていうのはその CCC さんとしてこう何ですかね、運営も全部こう区その行政から任されるみたいな、そういうあれなんですか、それもなんかもう一緒に投資もして何かやるとか、どういうのを公共施設っていう、僕やってるパターンで一番多いのは図書館とかそういう公共施設の中に、カフェと書店をもう導入しちゃうっていう、公共施設プラスカフェプラス書店みたいなパターンで、出しているので、まあ、そういう意味でいくとカフェとか書店は
民間投資としてやっているというようなパターンが多いですね、はい、あ、じゃあ図書館自体 の、 あの本を借りるっていうのはそのまま、はい、公共、公共というか、まあ、自治体が、まあ、やっていて一緒に共同で、まあ、指定管理的に運営もされるんですよね。あ、そうですね、おっしゃる通りです。で、まあ、書店入れてる理由なんなんていうと、さっきのまあ文化的な仮想を何とかしたいという時に、うん、まあ、書店ってすごいやっぱり毎週毎月新しいものが生まれてくるので、はい、非常にこう力を発揮するのと、まあ、もう一個、あの、今実は日本の書店って毎年 1% ずつぐらい減ってきてるんですよね、うん、減ってる数が、数がです、うんうん、で、まあ、確かアマゾンとかいうのも出てきてるとか、それもあると思いますね、うんうん、あの、このままいくとですね、本当にあのちっちゃい子がですね、さっきもあの子供の話やったんですけど、うん、生まれた時から書店を見たことがないみたいな子供たちが生まれるような、あの地方都市のこう市区町村ってどんどん増えていくので、うん、まあ、僕はその公共施設の中に、書店をこう出店していくっていうのは非常にその地域にとっては重要なことかなと思ってやってます、うん、どんどん聞いてください。図書館とか、まあ、要は本とカフェってとはいえなくならないんじゃないかなっていうふうに思っていて、つまりカフェもコーヒーを飲みに、私あのカフェをやってるから、うん、思うんだけど、コーヒーを飲みに行く場所ではなくて、そこに行くとリラックスするだったりとか、うん、友達に会いに行くだったりとか、うん、なんかなんかわからないけど、こう気持ちが、8階9階10階がオフィスで1階がカフェの時に、うん、下に降りるだけなんだけど、カフェに行くとなんか違うモードになるのね、うん、それと同じようなことを、CCC のあるいはまあ代官山の蔦屋とかもそうだけど、うん、なんか本に囲まれていると本を買うっていう行為よりはなんかあの本の中にいる自分が気持ちいいとか、なんかそういうものがあって、そのいわゆる本を売るっていう本屋は減っていくと思う。だってそれはね、うん、あのまあ、ただなんか駅とかにさ、なんかあるさ、こう週刊誌とか売ってるようなところってさここなくなってもいいかもって思う人もいるかもしれない、まあそれね、アマゾンにも代替されてる、ね、そうそうそう、だけど、うん、そうじゃなくて、なんか図書館、まさに図書館だけど、ああいう空間ってなんか他の価値があるんじゃないのかなってすごく思うんだけど、高橋さんどう？そこはやっぱりその自分結構現場で働いたりするんですけれど、うん、やっぱ本たくさんあるとなんかこう知性とか文化とつながってるっていう感じがすごいするんですよね。その効果ってすごくあるなと思っていて、加えてそのカフェっていうところでそれが本と自分との対話から人との対話にこうステップアップする効果がやっぱカフェにはあるなっていうふうには思っているので、まあそんな感じなんですけど、じゃあなくならないかっていうとちょっと難しいなと思っていて、まああのやっぱりそれぐらい今地方都市のマーケットって結構厳しくてですね、うん、効果はあるんだけれど、まあ、維持継続ができないからなくなっていくって書店は特にそうですよね。でカフェについては出店ができない、もともとなかったし増えないみたいな、うん、そういうことは実際起きているので、うん、必要なんですけれどなかなか難しいなっていうあの感じですね。なるほどね。だけど暗い話になっちゃいますね。大丈夫大丈夫なんでかっていうと、でもあの一方で、うん、私火曜日に秋田から帰ってきたのね、うん、で秋田でものすごい素敵なカフェがあって、で今までだったらとはいえそのカフェを支えるのは、うん、まあそこに来るお客さんの数だったり、うん、あるいはちょっとその中で売る豆だったりっていうのが今までの事業だったと思うんだけど、うん、特にそれコロナで加速されたんだけど、やっぱり EC とか、うん、あるいは、B2B でいろんなカフェが、まあ、うちのカフェもそうなんだけどフグレンとかさ、うん、いろんなところから卸してるわけよ、うんうん、そういう卸す機能がものすごくコロナで発達したから、うん、実はそういう秋田のものすごく田舎のすっごい素敵なカフェなんだけど、うんうん、全然もうビジネス回ってるわけ。
そういうのがどんどん増えていくんじゃないかなと思って、おっしゃる通りですね。それもちょっと感じていて、ほら明るくなってきた、あの証券の概念がすごいあの変わった、あの僕らツタヤって昔は4キロ証券みたいな感じで、4キロで何十万人のお客さんが張り付いてるから出店しようみたいな考え方でやってたんですけど、今結構あの僕のさっきの事例紹介した武雄市の図書館とかは1時間半ぐらいかけて車で来てくれるんですよね。確かに。でそれって何が起こってるかっていうと、結局地方都市ってマーケット厳しくなったので、こうチェーンオペレーションのとこしか逆に残らないようになってきた。つまり効率化して利益率が担保できてないと、もう出店もできないし維持継続もできないから、まあ、結果その大手のチェーンさんとかっていうのが残っていく。でそうなるとどの街見てもロードサイド見ると写真見るだけではどこかわからない、でそんな中に、突出した価値みたいなのをボンと置くとですね、一気にマーケットがあの今までの概念を超えて広がるっていうのは、実体験としてあるので、まあ、さっきのその EC っていう世界となんか実は今価値あるものをやるっていうのが、まあ、ブルーオーシャンというか、まあ、誰も手がつけてない領域かも。でそれに伴って証券という概念が崩れて広がるというのが起こるかもしれないですよね。本当にその意味で、まあ、チャンスっていうかね、僕割とそういうのスモールずっとあのスモールストロングっていう言い方をしていて、で昔はなかなかスモールのものってこう、見つからなかったり忘れられたりする、埋もれちゃうんですけど、今やっぱ強いスモールが存在できる環境があって、強いスモールになるともう証券が概念がぶっ飛ぶっていうか、ただその時にすごいポイントなのは、まあ、最近で言うと例えばコンビーフみたいなのってなかなか食べなくなりましたけど、もうコンビーフのスペシャルショップがもうめちゃくちゃ日本中から石で売れるとか、すごい最近食べてる、あのカメラ屋さんだってもうないよねこのデジカメの時代にって言っても、もうカメラ屋さんがバーンできると話題になったり、ただその前提条件ってやっぱその、まあ、やってる人なりプロデュースする人がもうめちゃくちゃ変態的にっていうか、もうクレイジーなまでにその商品を信じてたり愛したりしなきゃいけないんで、そういう人とセットでなんかうまくいくんで、なかなかこう企業がっていうかこうある、まあ、言葉でこうお金があればそういうスペシャルショップができるのかっていうところっていうのがすごく今まあ、問われるっていうか難しいっていうか、例えば僕もビジネスしてるとこういう店あったらうまくいくよね、この街っていうとこまでは分かっても、その店俺作れないしなみたいな、その主体と本人じゃないと、クレイジーな本人じゃないと作らない感じっていうだよね。でもさ、じゃあ考えてみよう、考えてもいい、だって今日考えてる時間差だから、あの今日はいいフレそうですよ、もうディスカッションなんで、みんなで考えてみてほしいのはものすごく田舎に行く、400人ぐらい、はい、そこにお店も何にもない、そこでさ、レストランを作るって言っても、まあ、レストランに行く人もいないけど、そのシェアキッチン、私、シェアキッチンを作りたいの今、でシェアキッチンを作って、食べる人が500円払う、つまり来たら500円みんなが払う、それで、そこに、まあ、そこで、周りで採れた大根だったりほうれん草だったり、あるいは、お肉も取ってきて、そう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 、っていう風にやったらね、なんか維持できると思うんだよね、シェアキッチンが、例えば、なんかそういう形で、自分もちろん行くんだったらものすごい変態的にプロフェッショナルっていうお店はスモール、ストロングですごく人気がある、これはまあ間違いない、だけど、みんなですか、シェアみんそう、ね、スモール温泉とかそうだよね、ざっくり言えばね、温泉もあるし誰かのスペシャルとかマニアじゃなくて、シェアで、まあシェアキッチンと同じで、まあね、町のためになる公共的な、まあ、公衆浴場みたいなところ、ね、公共的な、まあそうかもしれない、良いものですよね、なんかでもそれよりはもうちょっと私たち私たちのこの村で、あるいはこの集落でこのエリアで作っていくっていう、なんか私たちっていうものがこれからとても大切になってくるんじゃないかなとは私は思う。高橋さん
どうですか？今うなずいてたから。あの、だからあれですよね。考えてみよう。自分たちで幸せになるみたいなキーワードはすごい出てくるなっていう、その誰かにしてもらうっていうよりかは、自分たちで幸せになるっていうのはすごい、そうなの、つまり大事な言葉だと。自治体に幸せにしてもらうとか、国に幸せにしてもらうとか、それって絶対成り立たなくて、そうするとね、そういうふうに期待すると、いやいや国の、あの今回のね、衆議院選とかもどうなのかとか、そういう話じゃなくて、自分たちの幸せは自分たちで作った方が、作るプロセスから楽しくないっていう時代に変わっていくと思うの、なんかそれがだから広い意味ではシビックプライドっていうのがますます大切になってくるんじゃないかなと思うんですけどね、それってあれ、高橋さんのやられてることで、あのなんだろう、あれだけ数が増えてくると、逆に言うと今の話とちょっとリンクするところがあって、こう、まあ、一つ一つはすごく個性的で新しいんだけど、いくつか並んでくると、まあ、それも一つのチェーンじゃないかっていう議論がある中で、ただ一方でやっぱりかなり地方都市でそのところでの工夫をしながらやられてるんで、それぞれの個性を出していくとか、まあ、もしくはそういうことを今後もっと考えていくべきだとかっていう、そういう議論ってあるんですか？あ、すごいそこは、あの気にしてますね。で、ただまあそこを真面目にそのなんか議論するっていうよりかは、もう結構シンプルなことやっていて、大体あの新しいところの地域を担当するプロジェクトが立ち上がると、もうあのプロジェクトのスタッフは移住するんですよ、僕らの場合。ああ、じゃあ入っちゃうんですね。大体1年前ぐらいに移住して、で、あのやっぱりどうしても建物とかサービスっていうのは似通っていくんですけれど、まあ、渋谷の街づくりにもちょっと関連すると思うんですけど、匂いとか雰囲気ってあるじゃないですか、やっぱりそういうのは1年間ぐらいプロジェクトの中でずっとその地域の中でいろんな人と対話していく中でこう生まれてくる、もうだん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 こう向上化というかですね、取り上げていって、それを、表現する、オープンビに、オープン後も表現する、さっきの林さんの私たちという形に入っていくんだ、一緒にも入ってくんだね、ですね、そんなぼっといってなんかこうで、会社がもうオフィシャルに認めてるってことだよね、1年前からもう行きたいですって言ったらその金を出すってことだよね。まあそうだし、あの、行ってくれってお願いをして、ホワイトなのかブラックなのか分かんない制度ですね。全部家とかも用意するってことなんですか？まあまあそうそう、行きたきゃホワイトで、行きたくなきゃブラックです。用意するというか、行きたくなかったら行かないもんね。普通の会社の転勤みたいな、転勤、はい、ただなんかその行きたくないっていう人もいるんですか？玉坂はちょっと分かんないですけど、あのうちのメンバーは結構そういうその、どっちかとローカルにあのコミットしたいってメンバーが多い、確か入る方がそういう人が多いってこと、ただその地域にあの出来上がっちゃってから入るっていうよりかは事前に入って、今もですね、来年4月にあの熊本県の宇城市ってとこで、図書館と美術館が合体したやつをやるんですけど、美術館も入るんですか？でそれも今うちのメンバーあのもう移住していて、であの廃校になった小学校を事務所で借りてて、でこの前見に行ったらもうあのプールがあったりとか、なんかそんなところでこう準備をやっていて、そういうのを積み重ねていくと、やっぱりそのこの町にとって必要なものはなんだみたいな、まあ、まさにさっきちょっとお話しされていた、自分たちの力でどういうふうにこのローカルの資源だけでやるかみたいなことをやっぱり実生活者として感じていくんでしょうね。あの今僕資源っていうね、まあ、資源の見極めって結構大事だと思うんですけど、たまたまちょっとこの前あの夏の出来事で、奥多摩で僕がよくトレッキングする山があるんですよ。でトレッキングしてる時って基本的にお金かかんないですよね、どこにもお金払ってないんですけど、トレッキングの横でキャニオニングやってて、キャニオニングって分かります？要は滝とか川の中を、だから普段はトレッキングの時に横に川が流れてて、滝があって滝壺があって、落ちないように歩いてるとこに、今度は積極的に川の中入って、川の中登っていって落ちないようにしてる滝壺に自分から飛び込んで、滝にを滑り台に滑ってくるっていう、まあ、それキャニオニングって元々、まあ、海外ではいっぱいあるんですけど、キャニオニングの、まあ、クラブっていうか、そういう施設、なんていうんですかね、キャニオニングサービスっていうか、やってる場所でやってるわけですね、はい、でその人であまりにも面白いんで、まあ、参加して、で1人、まあ、5000円ぐらい取るんですけど、
大人気で、うん、1日朝から夏だと1日100人ぐらいがそのコースツアーに申し込んでるんですね。でそれってよく考えると資源の見つけ方が超上手で、普段登ってる山だと一銭もお金産んでないのに、うん、1メーター離れた普段は避けてる川の中をヘルメットかぶってウェットスーツ着てこれキャニオニングですって言ってコースつけてガイドつけると、うん、その水の中入っちゃいつもは避けてる水に積極的に入ってくってやると5000円が100人でもう奥の1億億を超えるビジネス、うん、ワンシーズン夏だけで億を超えるビジネスになってて、うん、しかもその土地って別にその人は所有じゃないじゃないですか、うん、単純にだから資源の発見の仕方としてはビジネスキャニオニングが面白いアウトドア派だっていう話ではなくてビジネスの作り方がこれもう尋常じゃなくうまいなと、ね、山登ってるとただキャニオニングって言うと1億、うん、その1メーター隣歩くだけで1億産んで、うん、こっち歩いてるとただっていうのは、うん、これも資源の見つけ方としてもうクールすぎるなと思って、うん、そう、それでそれに本当に、乗っかる形で私郡上に行ってきたのこの間、うん、関わるプロジェクトでね、うんうん、でそうすると郡上って長良川がずっとこうやって降りてきて名古屋に最終的には川がこう海に行くんだけど、その長良川がの上流がものすごく気持ちいいわけ、うんうん、でそのキャニオニングとかも含めて、うん、いろんなアクティビティがされる、うん、でねその一つにこの上流の株主になりませんかっていうのも出てきてる、つまり長良川っていうこと自体を、うん守っていこうと、うん、でしかも長良川上流の株主ってどういうことなのみたいな、うん、でも私それ見た時に株主になろうと思って申し込もうと思ったの、うん、そしたらまだ申し込みはやってませんって言うから早くやってよって言って言ったぐらい株主、そう株主になるってネーミングがネーミングがおしゃれなんじゃないですか、株主って言うところ株主、ね、いやまあそうね、昔だから月のなんかあれを土地を買おうよとかっていうのもいやそれは月のそれは違うと思う、やっぱり長良川のそのなんていうんだろう、キャニオニングとかも含めたなんか川で遊ぶっていうのがものすごい気持ちいいのよ、だからそれに対して株主になって毎年行くと例えば遊べるよとか泊まれるよとかっていうのをこうセットで買うっていうか、だからサブスクの形に変わっていくわけ、私有地じゃなくても公共ですよ、公共だからその株ね、そう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 、シェアアクティビティみたいな、それもシェアですよね、そうそう、シェアですよ、でみんなでそれを守っていくみたいな、そうなの、守っていくっていうことなの、私たちのもの、私たちが守っていくもの、だから田んぼの株主みたいなことこの稲の田んぼの株主なんか体験でも変わったね、確かに渋谷でもじゃあ株出しますか、確かにそういうみんなでもそれがさっき渋谷ピープルって言ってたのはそういうことですね、渋谷民っていう言葉を、うん、その20年前とかからあったんですか、ないですよね、渋谷民は林さんが作ったんじゃないの、林さんが作った、あそうな、渋谷民で千秋さんがもう言い始めたの、そのパネルディスカッションの時に出てきた言葉なの、うん、そういうことね、広い住民だけじゃない、もっと広い渋谷に関わる人たち、うん、確かに働いてる人なん、うん、でもそれ古くはやっぱ渋谷系って言ってたらそういうことなんじゃないですか、そうそうそう、うん、そう、うん、渋谷系の人が渋谷に何か関わってるっていう風な文化をっていう意味ではその渋谷系っていうのは音楽にしてもファッションにしても、うん、そうですね、そこに関わる土地の話ではなくて、うん、カルチャーを享受してシェアしてる人を渋谷系っていう、うんうん、まさにこのタイトル作った時にはその街づくりが文化だみたいなこともサブタイトルに書いてあるんだけど、うん、やっぱり渋谷ってそのハードだけじゃなくてソフトもくっついてきて、さっきのようにクリエイターの人たちもいっぱい関わってくるっていうのが他の街にはない、うん、確かに最大の特徴だと思ってて、うん、でそこはやっぱりその文化だったり、うん、まあ、まさにそういうモデルみたいな形になるっていうところは最大の特徴じゃないかなと思いますよね、うんうん、高橋さんでも渋谷で働かれたこともあるんですか、あります、あります、あの伝え結構長かったで長かった音楽とかさで、あれはやっぱり音楽とかあれの時は渋谷は結構中心的な感じなんですよね、ですです、どこが中心だったんですか、渋谷の音楽とかっていうと結構やっぱりライブハウス多いんで、うん、あと、まあ、ちょっと渋谷伝えっていうのが結構その音楽、うん、特に1階のフロアっていうのが音楽を結構発信するみたいな感じだったので、うん、関わりも多かったし、でもやっぱりライブ行くって言ったらやっぱり渋谷っていう印象でしたね、うん、僕ね下
うん、それもあるし、当時はやっぱりタワーレコ H、 ツタヤっていうのが全部ありました。僕は下北の仕事もしてたんだけど、うん、下北で行くと大体ライブハウスでそれ以外から下北に来て、うん、アーティストはね、で最後渋谷、うん、そのライブハウスがこうなんてステップアップになっていて、あ、なるほど、ね、小さいところからだんだん、うん、小さいところ本当の町場のやつで、下北って中ぐらいで、うん、最後は渋谷で、確かに、そうそう、武道館その前にあのね、あの渋谷のホールで、うん、で武道館、確かに、そんなやっぱりね成功物語あるらしいんですよ。でもそれ壊れてきてるんじゃないの、渋谷ライブハウスが、ライブハウスはあるかもしれないけど、なんか壊れてきて、H&M とかもなくなって、そうそう、レコード屋さんがなくなってきてますもんね。でも別の形で音楽っていうのは今も根強く渋谷にあるんですか。いや僕も住んでないんだけどただ、渋谷で、いろいろなんかうちの会社調べてツイートされてることでいくと、やっぱ音楽っていうのはすごく多いらしいんですよ、うん、未だに多い、うん、未だにかなり多いので、うん、そういう音楽の文化発信拠点としてはまだやっぱ位置づけはあると思うんですけれど、ただ、うん、やっぱり最近その直接もう世界とつながれちゃう個人がっていう時代なので、うんうんうん、まあ、今までは多分あのさっきおっしゃったみたいに下北、うん、渋谷、武道館みたいな感じでこうステップを街とともに、うん、リアルな場で、ね、あの過ごしていくっていうのが普通だったのが、うん、まあ、今そうですね、いきなり YouTube とか、うん、まあ、もっと言うと世界につながれちゃうんで、うん、その時のそのなんていうんですかね、渋谷の必要性とかあり方みたいなのが、うん、若い子たちが今どう思ってるのかは、うん、ちょっと分かんないです。なんか先日高橋さん言われてたじゃないですか、その若い子たちがすでに世界のコンテンツにも、あ、そうそう、あのその話もちょっと教えて、ちょっとお話したのは、うん、今僕あの宮崎県の延岡市っていうところであのエンクロスっていう施設をやってるんですけど、うまくいってるんだよねエンクロスもね、人事さんが言ってるんです、ねえで延岡市ってあの旭化成さんの企業城下町なんですけど、とにかく遠いんですよ、あの、うん、博多から行っても 5,6 時間かかりますし、東京から行ってもやっぱり7時間ぐらいかかるっていう、うん、非常にその行きにくい場所にあって、うん、で、テレビ局、テレビもですね4チャンか5チャンぐらいしかなくて、うん、そのうちNHK と NHK 教育があの半分ぐらいあるみたいなとこなんですけど、で僕はやっぱりそこ行ってスタッフなんかと、若いスタッフとかと話してると、もうほとんどみんなもうネットフリックス見てるんですよ、地上波見ずに、うん、そうなんですね。で、そうなると彼は日常的にですねリアリティ番組とかリアリティショーでアメリカとかイギリスとかの今最新のカルチャーみたいなのをこう延岡市にいて見るわけですよ、うん、でそうなってくると多分もう彼らからすると渋谷とか東京とかよりもカルチャーとしてはなんかロスと か、 なんかロンドンみたいな方がこう近かったりするってことが起きつつあって、うん、結構これってなんかあと5年10年するとだいぶその日本 の、 そのアーティストの出方とか誕生の仕方っていうのがこうそもそも変わるなみたいなのは、あの休憩中にあのスタッフのこと話して思うみたいな。すっごいわかる、うん、あのね私もねネットフリックスね、うん、一つものすごく印象に残っていることがあって、うん、日本あの契約を結ぶときにね、日本の契約書だと、いくら以下にしてくれ、要は制作費を、あのネットフリックス映 画、 と、うんうん、映画を例えば作る、うん、そうするといくら以下にしてくださいよ、うん、なぜかというと この、これぐらい流通するからっていうふうに上限を決めるんだって、うん、それがまあ大体日本の中で想像できる。だけどネットフリックスの契約書はいくら以上使わなきゃいけないって決まってるんだってで上限はないの、うん、で本当って確認しちゃったぐらい、うん、いくら以上使うってありえるのって思ったんだけど、もうネットフリックスはものすごくシンプルに、いい映像を作るにはちゃんとお金をかけなきゃいけない、だからお金を使いなさい、だけど賢くお金を使いなさい、だからそれで例えば、下手にね無駄遣いをしたとするじゃない、そうするとネットフリックスすぐあのどれぐらい見られたかっていうの出るから、かそうすると二度とその人仕事できないわけよ、うん、だからいくら以上使ってどういうふうに仕事、うん、いい仕事をするかっていうことにモチベーションが湧くわけ、うんうんうん、ものすごくいいなと思って、うん、でもそういうその、うん、ネットフリックスの仕事が日本にも入ってきてるから、うん、もうそうすると日本のメーカーなんか
相手にされなくなっちゃうよね。いや、いくら以下にしてくださいなんて言ってる、コンテンツという意味ではね。でもなんかみんな最近なんか映像を作ってる人とか、あるいはブランドの方もやっぱネットフリックスと仕事したいってみんなさん言いますね。うん、本当にやっぱ世界。それはね、さっきの話のスモールストロングの一方で、うん、やっぱりそのビッグというかこうネットワークストロングっていうのがもう一方あって、うんうん、それとその対局でさっき提案されたねシェアだったり、その我が町とかそういうものをやっていくっていうものが3局あるんじゃないですかね、今の話でいくと、うん、やっぱりスモールは絶対強いけど、やっぱりネットフリックスみたいに世界をつなげるようなところって圧倒的に強いじゃないですか、うん、一方で、うん、だけど我が町みたいなところで個性をどう出していくかっていうのも、それって全然対極にある、うんうん、そのストロングじゃないのかもしれないけど、うん、こう求められているものっていうことではあるんじゃないかなというのは今の話聞いて思いますけどね、うん、なんかそんなの聞いて松尾さんどうですか。いや、ネットフリックスの話も本当そうだなと思うんですけど、うん、よく言われてるのは英語圏だと、うん、ちょっと個性的なものをやると100万人、例えば英語圏でアプリサービスを作るとちょっとユニークだとすぐ100万人集まるんですよね、うん、100万人集まると基本的な事業としては成り立つからすぐできるんですけど、うんうんうん、日本で100万人登録のアプリ作ろうとすると、うん、10倍大変だって言うんですよね、うん、でそうすると、いや結局は個性じゃなくてみんなに受け入れられるものってなって平易になって、まあ、結局それは島国で日本語圏で島国で1億2000万って有限だから、英語圏だとすごく、うん、難しいことでもものすごいいいことを言うと場所を超えて称賛されるけど、うん、結局日本は1億もうオーディエンスの数が決まってるから、うん、そこでシェア取ろうとすると、うん、やっぱりマスボリュームのところにマスボリュームに受けることを言うことではないとビジネスは成り立たないんで、うんうん、どうしてもそこのエッジがそがれるっていうか、うん、ちょっと個性があるだけで100万人集まる、うん、で個性的なことするとむしろ集まらない日本っていうのは、うん、結構言葉と 島国と、まあ、面積と言葉とメディアの問題だと言われてますけどね。でもねいいねいいね、うん、このいや GDP を目標にするとそうかもしれない。だけどやっぱりこれからの時代 QOL に時代はもうシフトしてるじゃない、うん、し絶対そっちにシフトすべきだと思っていて、うん、だってお金だけを得ても全然まず幸せではないから、ね、やっぱり次の目標として人が生まれて幸せだなって思う瞬間がある。でしかもそれは個人でっていうよりは周りの人たちが幸せだなっていうことを含めて幸せだなっていうことが、やっぱり生きていく目標だよねっていう風になったら、今度 QOL でどこが、世界をリードしているのかっていう時に北欧が出てくるわけよ、うんうん、で北欧ってさ、例えばデンマークだったらデンマーク語、うん、フィンランドだったらフィニッシュ、うん、それぞれの言語もあるし、それぞれ日本よりも人口は少ないじゃない。だけどものすごく QOL が高いわけ、うん、そういう国に、だからそういう国もあるわけ で例えばデンマークなんかはもうその再生エネルギーのこう再生エネルギーにかけているこう都市として世界一番を目指しているわけよ。でしかもその政策が20年前とか30年前からそれを目指してるわけ。なんかそういう国もあるっていうふうに思うとどう思うっていう、うん、いやそれ僕はいいと思うんですけど、結局資源がいっぱいあって人が少ないから成り立ってると思うんですよね、ある種ね。だからさっき肯定感が少ないって高橋さん言った話で、例えばまあ僕スキーやるんで野沢温泉村とかよく行くんですけど、うん、野沢温泉村ってすごい小さくてすごい住んでる人が少ないのに大雪降って日本中からスキーが来るから、基本的にはもう雪っていう資源で、うん、雪と温泉だけで普通に町として食べていけるんですよ、うん、そうすると当然 QOL も高いっていうか、ただセンスの問題はその方向と違くて、そこに肯定感があってすごくセンスが良くて樽を知るで、それ以上望まなくてセンスが良ければ多分すごい QOL 上がると思うんです、ね、だから結構資源と人の問題とセンスの問題とコンプレックスっていうか、その
肯定感の問題の掛け算的な何か、ね、さっき聞きたいと思ったんですけど、肯定感の低下って書かれてるじゃないですか、うん、あれはもうもともとそうなのか、それとも高橋さんが書かれても地方の仕事で10年ぐらいやられてるんですかね、うん、どんどん下がってきてるのか、それはどうなんですか、もともと低いのか。もともとは低くなかったと思います。なぜならばお聞きすると、うん、昔は良かったよな。そうじゃなくてこの10年では下がってきてるかと、そこはあんまり変わんない。それどうかな。なんか僕はどっちかというと日本の社会見てるとなんかみんななんか肯定感が変に高くて気持ち悪いなと思うことが、あの、なんとか来た外国人とかテレビでもいろいろやってるじゃないですか。あれってなんか本当にこんなにすごい日本のなんとかって番組が最近特に多いんだけど、そこって地方ではでも一方で下がってきてるのか、それともまあそれってもう地方が人口減ってからずっと同じなのかっていうのは、それはどうですか。そういうこと申し訳ないです。分からないですね。あんまりその違いは感じない。違いは感じないですが、まあ、手前味噌ですけれど、あの僕らの施設とかができると、結構来訪者増えるじゃないですか、じゃあ見られるわけですよ、自分の生活とか、あとこそこそとこんな施設あって羨ましいみたいなのが、あの博多から来た人が佐賀で言ってるみたいなのをそばみで聞いちゃうみたいな、みたいな風にその光を当てられたり羨ましがられるってことによって変わっていく、変わるっていうのはなんとなく感じてますね。シティプライドみたいなのがそういうので生まれてくるっていうことなんですかね。可能性があるんじゃないかっていう、あの、ファクトがないですけれど、やっぱ明らかにそれありますよね。若い人が多く来るっていうのはやっぱ肯定感につながる、まあ要は結局人口ピラミッドでも確実に減っていくときに、ある種の肯定感って一つじゃないと思いますけど、肯定感の中の一つとして結構大事なのは、若い人が多いとか子供が多い街っていうのは肯定 できるっていうか、こう末広がり感があって肯定感を感じるっていうか、別にシニアが多くても本当は悪いわけじゃないけど、やっぱりシニアが多い人口、ね、町はどうしても性広がり感というか可能性感がなくて、病気の話ばっかあっても新しい本の話してるんじゃなくて、膝の話とか腰の話になったら、まあさ、本当よ、本当は膝の話が悪いわけじゃなくて本の話が悪いわけでもないけど、足は大丈夫なの。でもやっぱ肯定感という意味においては、あの、ね、新しい、さっき僕 本はね入れ替わるからいいんですって、さっき僕高橋さんすごい面白くて、確かにな、情報が入れ替わるから確かにっていうのは街を活性するんですよね。やっぱ空気を活性する、街を活性するってやっぱ情報と人がこう入れ替わるっていうか、変化感、そうするとやっぱ若い人って変化感あるっていうか、入ってくるのも変化感、育つことも変化感あるし、一瞬にしてロックになんか革ジャン着るようになる変化感もあるし、こう夏休みもあって金髪になったりとか、なんかこう、変化があるところはやっぱ肯定感というか、今こうパワーが集まってるここにみたいな感じがね、確かにしますよね。まあ、肯定感だけの、まあの話でいくと、やっぱり見られるとか、それは褒められるとか、褒められる、羨ましがられるとか、とにかくなんか他者、なんかやっぱ街と個人の関係で、個人がその街の変化とかをあの個人的に感じる瞬間が増えていくっていうのはすごく、あの肯定感は上がりますよね。だからそういう意味では、自分のいいところって自分じゃわからないじゃない、だって、ね、今私たちも自分のいいところ言えるって言ってどこなんだろうって言えない、すぐ言ったんじゃない、言えないのよ本当に。でだけどしんこさんのいいところって他人からは言えるわけよ、そういうふうに自分と他人ってさすごく違うじゃない、でそういう意味では、私が一つ これからやってみたいなと思ってるのは、やっぱり地域が閉じちゃっていて、その村の人たちだけっていうふうになってると、それが一つの、私になっちゃうからいいところが見えないわけだけど、そこに、今回例えば飛騨市にやったように、東京から行くとその飛騨市で行われている普通の生活がものすごく豊かじゃないって思うわけ、東京から行くとね、でそうするとそれがあ、そうなのって言って外から見た時ね、そうなの、で、それがなんかちょっと自分のプライドになっていくっていうような、そういう循環が生まれると、じゃあ、もうちょっと頑張ってみようかなみたいな形でうまくこう成り立つっていうか、なんかそれと同じで、なんかこう閉じている村とか集落に、
やっぱり異質なものを入れて初めてここが素敵なんだよ、うん、ここがいいところなんだよ、だけどここが例えばまだ足りてないからそこは都心から来た人が補おうか、うん、みたいな形で新しくこうてか今あるものに新しい人たちを足しながら変化していくと、うん、なんか自己肯定感っていうのは自動的に増していくんじゃないのかなっていうふうに思って、うん、まさしく CCC さんだから CCC がやってるとまさにそうだなと思って外からこうやっぱりこれなんじゃないですか、うん、そう一緒になそうですねいやねなんかね今聞いてて、うん、でも渋谷もそうなんじゃないかなってちょっと思っていて、うんうん、なんか逆に渋谷はそれが多い、うん、どんどん昔の渋谷にいた人が戻ってきて大きさっていうのは、うん、どうなんですかねその何百万人とかいるわけじゃないですか、うん、それの位置と、うんまあ、結構僕やってるとこ5万人ぐらいの街なんで、うん、普通に買い物行ったりとかいろいろしててももう、うん、あっとか言って会う、うん、日常的にこう結構5万人単位って会うんですよ、うん、そうですね5万人単位じゃ選挙とかもめちゃくちゃ投票率高くて 70% とかいくんですよね、うん結構みんな1票で街が変わることのリアリティって生活の中にこう根付いてたりするんですけど、うん、渋谷ってその僕も住んでたんですけれど、うん、その自分がこの街を動かしている感っていうのは、うん、街とこうの中に入ってる感はあるんですけど自分が動かしている感っていうのはあんまり、うん、相対的に低いですよね、うんうんうん、その辺はそのさっきの肯定感みたいな話がありましたけど、うん、渋谷に対してはみんなどういうお心持ちなのかなっていうのは気になりますよね、うん、どうですか奥村さんどうですか。なんかだってもう長年、長年まあ20年ぐらいやってますけど。20年渋谷の街づくり。でもさっきの話聞いててすごい近いところはあるなと思ったのが、うん、僕は渋谷の街づくり始めた時に一番言われたのはチェーンストアなんですよね。うん、渋谷のお店がチェーンストア化して、うん、だからライブハウスもそうなんだけど、もともとは個店がいっぱいあって、うん、で渋谷にしかないお店があったのに、いつの間にかまあいろんな形のチェーンストアにどんどん変わってきて、渋谷も新宿も何とかも変わんないよね。それって渋谷ってどうなんだっていうことが20年ぐらいの時に一番議論する。ちょっと渋谷があの、IT バブルなど落ち込んだ時ぐらいだったので、うん、2000年後後ぐらい でその時にその後一番議論したのはさっき言った、まあ、2つか3つぐらいあって、一つはその誰も計画して作んなかった渋谷をどうやってこう何て変えていくかとか、実際に物はもう作ろうとしてるわけだから、うん、駅を変えたり何とかしたりって、うんうん、でも誰もそんな風にちゃんと計画して今までやってこなかった。自然発生的に生まれて、さっきの小さなスモールストロングだったり、あとその渋谷ってメディア的なとこあるから、さっきのまあ小さいけどネットフリックス的なとこあるじゃないですか。渋谷いろんなとこに情報を発信してるから、だからそういう意味でのストロングなとこいっぱいあるんだけど、じゃあそれって誰かが一つの絵を描いて作ってきたのかって言ったらそんなことないじゃないですか。でそれをじゃあどうやってこう100年に一度って言うけど、実際計画して変えていくのは30年ぐらいで変えていくわけだから、うん、どうやっていっていくのかっていうのが一番悩みの一つだったのと、うん、でもう一つはさっきの、竹雄だっていろんな話聞いててまさにそうだと思ったんだけど、当時一番なんていうのかな、こういろんなところでバズワード的にこう投げかけられたのは渋谷らしさって言葉なんですよ、うん、渋谷らしさを大切にしようとよく言われるでもそれを渋谷らしさって何だと須藤さんに今言うと反応あると思うんだけど、うん、渋谷らしさは何だって誰も答えてくれないんですよ、うん、あまりにもさっきのように情報量が多すぎて、うん、もうその何百万人、ね、場合によっては何千万人の人が関わって出来上がっているようなこうらしさだから、じゃあそれって何なんだみたいな、だからその情報量が多かったりこうなんていうのかな、こう自然発生的なところであるところを、じゃあそうは言っても何かこうさっきのように外から力を与えてっていうか、僕らの場合だから街づくりっていうことで変化を与えるんだけど、そこにあんまりその参考にする例もないし、どうやっていくんだみたいなことをまさに考えたっていうのが当時の始まりだし、この20年間ってそういうことをまあ、ああでもないこうでもないみたいなことを議論してきたっていうのが まさにあって、まあ、未だに渋谷らしさって何かって一言で答えるって言ったら答えられないんだけど、そうじゃない、うん、だけど私そういうふうに誰も答えられないというふうに思ってたら、そのまさに長谷部さんと私と
話パネルディスカッションだった時に、うん、基調講演が内藤博さんだったの、うん、はいはい、で内藤さんが渋谷の街づくりの、まあ、一人として、なんていうのかな、座長をやってたんだけど、うんうん、内藤さんが手書きで丸を書いて、うん、渋谷ね、うん、そこに人の向きがいろんな向きを向いてって言ってこう、うんうん、こういう絵を描いて、うん、これが渋谷だよって言ったの、うんうんうん、こう基調講演で、うん、で、誰もみんなが同じ方向は向かない、向かない、うん、だけどところどころ必要なところで人が交わる、うん、それが渋谷です、うん、で僕はそれを大切にしました、うん、だからアーバンコアですと、うん、要は人と人が動いてるっていうことが大切で、うんうん、その動きを見せるのがアーバンコアっていう、だから階段とかそういうふうに人が流れるところを見せてくださいっていうルールにつながり、うん、そして建築家は人それぞれですと、うん、だからいろんな人が関わってるじゃない、うん、でもちろんそれは渋谷を、嫌いな人はあんなバラバラな、ね、うん、それぞれ違ってぐちゃぐちゃじゃないかって言うかもしれないけど、うん、いやいやぐちゃぐちゃをデザインしてるんですよ、うん、でしかもそれは、人それぞれ渋谷のイメージがあるんだから、うん、でそれがしかも一様ではない、うん、だから僕はこれは渋谷だと思う、私はこれが渋谷だと思う、全然違うのが渋谷ですよって、うん、っていうふうに言ってるのを聞いて、私講演を聞いて初めて泣いたのがあの回だけなの。本当に涙が出ちゃったの。それで私がおいおい泣いてたら、内藤さんがどうしたんだっていうか、ね、本当に感動しましたって言って、それ以来内藤さんとすごい仲良しあ、そうですねこの前、っていうぐらい、うんうん、なんか渋谷ってそういうものな気がしていて、うん、なんか、うん、その話からの流れで、私リュウチェルさんの言葉ずっと覚えてるんですけど、うん、やっぱり彼女と沖縄ですよね、確か彼女リュウチェルさんは今文化人になってるんですけど、もうすごく生きづらかったと、やっぱりその中のコミュニティが、まあ、住民が少ないというか、うん、まあ、渋谷とか都会に比べればですけど、やっぱり自分の存在がもうやっぱりみんなからキーな目で、うん、だからその行動もまあ、隠すじゃないけど本当に生きづらいと。で原宿にその出てきて、その時になんてこう自分は解放されたんだ、なぜなら周りがもうみんなになんていうの、違う人たちだから、誰も自分に対して何かこう違うとかそういうものじゃなくて全員違うじゃないですか、うん、だから歩いてても誰もなんか、うん、まあ、ある意味振り向かないというか、うん、まあ、目立つから振り向くけどそうだと。そうなんだよね。であれがもう本当に自分にとってやっぱりこうなんだ、生きがいを与えてくれたって言った時に、あーって思ったんですよ、うん、確かに前言ってたスクランブル交差点歩いててもあまりにもいろんな人たちがいすぎて、うん、振り向いたりとかもうなくなっちゃう、なんかそういうものはあるのかなと思って、うん、渋谷の中には匿名性みたいなところは必ずあって、うん、まあ、それはでも別にそれはいい悪いじゃなくて、そういう良さがあって、そうですどちらもいいんですよ。逆に、ね、顔見知りになれる人数のところの良さ、はい、うん、かどっちもいいね。どっちもいいと思うだし、なんか、東京がふるさとじゃない人たちはね、東京っていうとね緑が少ないって言うんだけど、全然東京って統計的にはものすごく緑が多いんだよね、うんうん、だいたいだって街路樹だってすっごく豊かで、うん、京都とかさ大阪の方がさ全然、いや大阪は少ないですね、すごい少ないわけよ、うん、だからそういう客観的なことを置いておいて、なんか東京はなんか緑が少なくて人と人が関わらなくてみたいな、なんかいやいややっぱ渋谷っていいよねって思う部分もある。あ、私はね、そのどっちもだと思うんですけど、うん、結局そうだね、自分の勝手知ったる快適な人だけいるっていうのもいいけど、うん、結局それ度が過ぎるとまあ、京都で問題だったり、あるいはローカルのサーファーの入ってくんないも含めてなるんですが、うんうん、でかたや渋谷で僕よくダイバーシーのことを気持ち悪さの許容っていうふうに訳す時があって、うんうん、要は自分にとって気持ちいいとか思いやりっていうふうにダイバーシーとか多様性訳すと、
結局理解してるつもりでいるだけで、うん、本当は理解できない人が隣にいることを許容するのがダイバーシティ、うん、そうすると渋谷だと本当にアメリカじゃないですけどアップルパイ食べながら歩いてる人がいても別になんかそんなに気にならなかったり、ね、上半身裸の人が歩いても気にならない、そういうことは10年前に男性同士が手をつないで歩いてても渋谷だったら歩けるよね、うん、みたいなのって、うんうん、何かしらの自分にとって理解できないもっと訳すのだったらある種気持ち悪かったり、うん、ある種怖かったり、うん、そういうものが、うん、ある種のだから渋谷が気持ちいいなんてことなく意外とその裏返しで、うん、怖さとか緊張感とか気持ち悪さっていうことがあらゆるうぞうむぞうあって、うん、その中の自分が一人だとすると、うん、貧困補正にしなくていいやっていうか素が出せるっていうか、うん、何してもいいよね的なことで、その気持ち悪さの人間って気持ち悪い、本人は自分は気持ち悪いから気持ち悪さがさらけ出せるじゃないけど、うん、そこになんかこう多様感というか個性っていうか、まあ、かカオス、だから今日のさっきの奥間さんたちも本当にカオスってマネジメントできんのとか、うん、カオスってデザインできんのみたいな、うん、その概念としてはカオスデザインとかカオスマネジメントとか、うん、それこそコム・デ・ギャルソンの科学部レイさんはビューティフルカオスって言い方をずっと、うんまあ、10年前からしていて、うん、結果としては分かるんだけどそれどうやって作るんだっけっていうのが、うん、本当に作り手としては本当そうだよね、そういう議論をちょっと話聞かせて、まさに林さんさっき言ったみたいに、うん、あの内藤さんだったりも一緒に議論しながら、まあ、まさにそういういろんな方向を向くべきなんだけど、でもそれをちゃんとその本当の意味で誰かがまとめてデザインしてるかってそんなこともないので、うん、だから実際にはさっきのようなあのいろんなデザイナーがそれぞれの個性を出すとか、うん、それと一番良かったのは初めにあのなんかこういう風にしましょうみたいな絵を作らない、うんうん、で決めたの、うん、決めた、うんうん、絵を作らないということを決めて、うん、結局プロセス型っていう言い方をしたんですけど、うん、結局その、まあ、須藤さんいらっしゃいますけどデザイン会議っていう会議体を立ち上げたらそれって100回ぐらいやってるんですよね。100回、でその場でこう、まあ、当然それはいろんなプロジェクトが20年間でこういろんなプロジェクトやっていくから、うんまあ、全部重ねるとそれぐらいになると思うんだけど、もっとあるかもしれないけど、だから要はあの予定調和じゃない、まあ、議論した中でこう見出していくみたいな、うん、そういうやり方って、まあ、それが渋谷系まちづくりって言ったら一つ何って言われたらそれだって言えると思うんだけど、まあ、それって渋谷のデザインっていうところに書いてはいるんですけど、うん、そんなことって今までやってないです。手間かかるしやってる方が大変なんだけど、あと説明責任大変ですよね、それって。だってそう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 、結果指標ない中でやるみたいな感じでしょ。だからその、まあ、ただあのその会議の結論は当然ね一つ一つは出していくからあのいいんだけど、それをあらかじめ決めるっていうのはどっちかというと昔はそうだったんですよね。初めにアプリよりに大体こういう方向性でいこうよって、渋谷らしさっていうのはなんとかだとか書いて、じゃあそれってこういうふうになるべきですよねっていうマスタープラン書いて、うん、でそのままそれを段階的に実現していくっていうのがどっちかというと今までの昔の街づくりだったんだけど、渋谷で一番変えたのはまさにそこで、初めに結論は、まあ、ないと言ったら大げさだけど、うん、絵はないですよね、少なくとも。その100回重ねたっていうプロセスそのものが一番いい、うん、あの、まあね、寄与率の低いことに堆積していくっていうことがカオスの見方っていうか確かに。でもそれでもなんかなんて言うんだろ こうどこを目指してるかっていうことも言語化しないで100回、あ、言語化は一番初めの本当のミニマムな言語化はしていて、うんうん、それはどういう言語化されたの。渋谷の街づくりの、ね、10条みたいなのだけ決めて、10条、うん、それをその10個だけを、うんまあ、今のダイバーシティインクルージョンみたいなこともそうだし、あーキーワードみたいな、でアーバンコアっていうようなことも言葉にしたし、ね、だからそういう言葉は当然あったんだけど、うんうんうん、それを普通はこう何かしら絵にするんですよね、もっと細かくね、うん、だけどそれはやらないっていうことを一番初めに決めたんですよね。普段はこういうものですっていうのを作って提示するけどそれがないっていう感じなんですね。でしかもそれじゃあ決めなくていいよっていうのは、うん、渋谷区がいいの、まあ、方針としてはそうね。でも、まあ、まさに内藤さんだったり、渋谷区偉いんだね区がいいですみたいな。でも、まあ、長谷部さんなら言いそうだよね。長谷部さんの前だよね、ね、かなり。だからいやそれはあの、うん、そういうことを踏んできて、じゃあ決めませんって別にそのタイミングで言ったわけじゃないから、決めませんとか言ったわけじゃなくまあでもプロセス重視というかジャーニー型っていうか、ね、プロセス重視みたいなことは言って、まあ、それが僕は一番さっきのカオスをどうデザインするのかっていうのが、多分渋谷だったりその情報が集まってくるそのあの匿名性があるようなこう ややこしいところのあり方の一番難しいところで、まあ、カオティックをどうデザインしていくかみたいなことの一つのやり方ではあるかな。うん、そのスモールなものをなるべくたくさんの人がなるべく時間をかけて
無駄と間違いの相和を増やしながら進んでいくっていうのは、うん、すごいカオスに作りやすいと思うんですけど、うん、なかなかそういう動き方が企業とかお金が絡むと、うん、無駄も共有できなかったり時間も共有できなかったり、うん、方針が決めないと物事が動かなかったりということで、うん、企業活動体に経済活動企業活動に向いてないだけで、うん、本来は小さなものをたくさんの人が体制しながら無駄の相場を増やしていくってことは豊かさを生みますよね。だからさ、そういう意味ではこの渋谷の街づくりをの後からでもいいから、うん、やっぱりどういう指標を見ていくべきか、その指標が変わってるんだと思うんだよね、うん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 、そういう指標はこれからの街のために作った方がいいと思う、うんうんうん、プロジェクト型で、それはまあもちろんでもこれを端的にやるとっていうことだね。端的って言っちゃいけないんだから。でもね、やっぱりそこはアメリカでもそうだけど、指標がこういうふうに変わりましたっていうのはきちんと数字で説明するのよ。で、うん、それは難しい数字じゃなくて本当にこの数字が変わりました、うん、だから売上が増えましたではなくて、うん、例えば、ね、うん、そう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 、だからそれをやってほしいな、うんうん、知りたいですよね、うん、ね、うん、いやだからやっぱり、ね、さっき言ったように始まればそのチェーン店ばっかりになっちゃったみたいなね、うん、でもしくは渋谷が元気なくなった、もしくは渋谷に行かなくなったとかってキーワードが2000年の頃僕が一番変わりだしたのよ、うん、だいたい代表的なキーワード、うん、で僕自身も学生時代は行ってたんだけど、うん、社会人になってはほとんど行かなくなって、うん、で何でか知らないけど仕事で渋谷にかかることになったっていうのはまあ偶然なんだけど、うん、まあ、そういうキーワードがある中で、まあ、さっきみたいなことをこう走りながら考えてやってきたんだけど、うん、でも林さんおっしゃるように、うん、それが本当にね、なんか数字で効果が出てるのか、出てるんだったらね、いや結局なんか、なんかいろんな大きなものばっかりできて、うん、面白くなくなってるんじゃないかっていう意見も当然あるし、うん、だからそれが逆に言うと、ね、何かの指標でこう変わってるんじゃないかっていうことは、うん、そう、やっぱり重要ですよね。それこそそのチェーン店じゃなくてその独自の、うん、お店っていうのが増えてるのか減ってるのかとかね、うん、でちなみに私は渋谷増えてると思うの、うん、どっちですか、渋谷増えてる、独自のお店が、うんうんうん、で幡ヶ谷なんかもすっごい面白いお店がいっぱい出てきてる、拡張してるんですよね、拡張してるか、まあ、だから数字見ると一つあるのが地下があって、うん、地下はこれ批判も浴びるんだけど、うん、真ん中はやっぱ高くなりすぎちゃって、そうなんだね、中心、中心渋谷ね、でそれによって起きてることって、それって何かというと今林さん言ったみたいに幡ヶ谷だったり、まあ、五反田もそうなんだけど、その渋谷の周りにもともと小さくてある程度賃料がこれぐらいじゃなきゃダメっていう人たちが外に出ていく、外といっても渋谷の周りにいるっていう、そうすると、まあ、肯定的に捉えると渋谷が広がっていってるっていう、否定的に捉えると渋谷の真ん中が高くなっちゃって、うん、いられなくなっちゃったっていう、そこは僕は両方ともあると思うんですけど、うんうん、そこさ、やっぱり渋谷の真ん中が高くなりすぎたっていうのは私政策的に違うなと思うけどね、うん、やっぱりそういうふうになっても渋谷は文化の街だから、うん、文化的なところには安い金額のままやりますってやったらいいと思う、うん、いや本当にそう思うの、資本主義超えてるよ、ね、いやだって資本主義じゃもうないもん、うん、世の中、うんうん、今一つ取り組んでるのは、うん、まさにそのライブハウスとかね、うん、そういうものを普通にするとなくなっちゃう、うん、だからそれを小さなところ、だいたいライブハウスって小さなビルの中に、そうですね、地下とか、ね、そうで小さなビルを建て替えた時に、うん、ちゃんとライブハウスが残せるように、うん、そういう仕組みを作れないかみたいなことはまさに今、うん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 、渋谷区さんと一緒にやってるんですけど、うんうん、そういうのがないと大きなものばっかりじゃ絶対面白くなくなっちゃうし、一つ一つが文化を生み出すようなものがどうやって残せるかみたいな、うん、両方必要だというのは僕の基本的なスタンスなんですけど、でなんかちょっと今までもう1時間以上議論をしておりますが、ちょっとここからそろそろいろんなお話聞いたと思うんですけど、まあ、なんかキーワード的にもそれこそ夏尾さんが、まあ、スモールビッグみたいなものもありますし、まあ、先ほど高橋スモールストロング、ごめんスモールビッグじゃないスモールストロングとかありますし、なんか高橋さんはそのやっぱり渋谷じゃなくてグローバルなものにどこでも触れられるよねみたいな、そういうお話とかもあったりとか、我が町みたいなものとか個性とか、あとはなんか何ですかね、シェアとか QOL とか、やっぱりこれからの時代ってそういうことが必要だよねとか、
あと、まあ、なんかそういうなんかカオスみたいな、渋谷ってやっぱそういうカオスだったりダイバーシティみたいなものがあるんですけど、ちなみにやっぱりこれからの先、まちづくりっていうところをこれから考えていくときに、どういうことが大事になってくるんですかね。これって渋谷と他の高橋さんやられてるような地方とかって、やっぱりまちづくりのあり方って違うんですかね。どう思います、高橋さん、どう思います、今の話聞いててどうですか、渋谷のまちづくりと他のところってやっぱり違うんですかね。同じなんですかね。いやいや、同じなんですかね。ちょっと私もまちづくりって何なんだろうって、ちょっとなんかまた改めて、ちょっとぼわっとした話なんですけど、最近とにかく個人とか子とか、うん、そのアイデンティティが小単位化していってるなっていうのはすごい感じていて、うん、何アイデンティティが小単位化、つまりその日本人って話してた話が佐賀県出身になって武雄市出身ですみたいな感じに、うん、人と会ってても、うん、結構市町村単位で話す人が増えてるんですかみたいな感覚があって、なんかそれが街づくりかどうかは分からないんですけど、なんか結構こう個人単位の結構周辺の話の積み重ねをいかにこう考えていくかみたいな、すなわちその国だとか、 なんか県だとかってドーンみたいな話はもう全然もう受け手側も思ってないから、うん、いかにその個人の積み上げとかをしていくようなデザインとかシステムみたいなことが大事なんだろうなっていうのはすごい思いますよね。うん、うん、それ一番最初の家族、家族の話何ですか一番初めの家族いや さらにその前だったどう、いや家族の話とも通じるなっていうふうに思っていて、そうですよね、うん、家族がその、まあ、どこの土地で生まれた、まあ、例えばふるさとどこですか、うん、生まれどこですかっていうふうに言われるじゃない、うんうん、で私その生まれがないから、うん、生まれたところはあるんだけど、うん、故郷、うん、ふるさとがないのよ、うんうん、つまり転勤族だったし、うん、だから山口県なのか横浜なのか新潟なのか、でもそもそもちっちゃい頃一番過ごしたのはアラブ首長国なわけ、うんうん、それでだからアラブ首長国です、ふるさとアラブ首長国ですって言ったらね、おしゃれだよね、言うと UAE ですと、アラブ首長国生まれって書かれるの、でも生まれは違うんだけどみたいなすごい難しくて、もうなんて答えようかなっていうぐらい、ふるさとどこですかって聞かれるのがすごく苦手なのね、それっていうのがあるんだけど、普通の人は結構生まれとか、あるいは血のつながりでこの家族とかね、うん、だけどそれがさ、やっぱり地方だとさ窮屈、うんうん、この土地っていうのに縛られたり、うんうんうん、この家族って親父が嫌だとかさ、うん、それでどんどんこう都心と言われるようなところに人が出てきたっていうのが、まあ、今までの流れだと思うんだけど、今現在って結局それが、まあ、独身の人もどんどん増えて3割とか4割ぐらいさ、うん、独身なわけよ、確かに確かに、でそうするともう一人になっちゃってるわけ、それで一人のままずっと大きかったその遅延とかも含めてこう、構成している単位がどん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 ちっちゃくなって、N がイコール1っていう状態でそのまま続きますかっていうと、私は絶対そうならないと思っていて、うん、やっぱりこういうふうにちっちゃくなっていったものがまた広がっていくと思ってるのね、うん、でその広がっていくときに何をもとに広く人がつながっていくかっていうと、うんうん、それこそダイバーシティとか、まあ、違和感のあるその共有だったりとか、要は、あと分人、一人の人間が一箇所っていうことではなくて、なんか自分の中にもいろんなアイデンティティがあって、このことはここで、このことはここでみたいな、そういう分人の中での、知性、自分が興味があることでの縁っていうのが、
なんか住んでいく場所になっていくんじゃないかなっていうふうに思っているわけ。だから生まれとか血液とかっていうことは関係ない世界に行きたいなっていうふうに思っていて、でなんかそのそうなってきてまた人と人のつながりが増えていけないかなっていうふうに思ってるっていうのが私の、生きてる間の野望なの。文人っていうの？文人、あの別れる人って書いて平野啓一郎が有名な小説家、っていうかまあ、なんだけど、文人って要は家族にいる時と、会社にいる時と、なんとあの趣味の時と、それぞれ違うじゃない、だけど全部が一緒の一人であるっていうふうに別に分けなく統合しなくていいんじゃないのって、だって人それぞれ、その文脈で自分の個性っていうのが出てくるのであって、 あんまり一つの個性っていうことに一つの個性っていうことにこだわる必要がないんじゃないかっていうのと同じぐらい、私は文人を支持しているし、一つの日本っていうことも私は実はあんまり支持してなくて、いくつもの日本があっていいんじゃないかなっていうふうに思ってる、まあ、ちょっと話が最後広がっちゃったけど、いやいや、まあ、そういう価値観のもとで生きてる。マイクを、タグね、タグ、まあそう、そうなのかもしれない。そうなってくると街って何ですか、うん、そういう文人がこう、自分がそこに興味あるところにの、小さくなる、それとも大きくそういう先がいろいろ包括できる。それはケースバイケースなんだよね、だけどその土地が持っているエネルギーっていうのが人間関係なくて、その土地が持っているエネルギーっていうのがあるよねっていうふうに、今日も私会社のこと話をしていて、でその子は北海道大学を出てるわけよ、で北海道でアイヌとか、あるいはクマとか、ものすごい研究してて、でクマのヒグマの研究ってさ北海道以外でできないからさ、でとかっていうようにやっぱりその土地が持っているエネルギーってあるから、それと人間とが合わさってなんか生きていくんであって、あんまり北海道の人間はなんか九州とは全然違うんですよね、っていうか研究できることが、みたいな話もあって、なんかねあんまりコミュニティのサイズもテーマごとだし、なんか100人単位が良かったり、渋谷みたいに何百万人っていう形も比喩だけどあるっていうか、だけどテーマごとじゃないかなっていうふうに思うんだけどね、渋谷はだからカオス、カオスでもテーマはたくさんあるってことですよね、夏尾さんはどうですか、マジで、いや今シェアさんの話面白かったなと思って、まあ、2拠点生活が進んでいくとか、選挙権が、ふるさと納税も近いし、2拠点生活が進むとか、それぞれもう本籍の登録も本籍って1箇所である必要もなかったり、あるいは選挙権も3分の1、3分の1、3分の1とかっていうこと、そういう社会だよね、そういう社会なの、本籍ね、てかね、本籍私はもうそうなるべきだよね、確かに、だってマイナンバーになってるんだからさ、もう本籍いらないんじゃないの、土地に紐づく必要がないんだよね、そうなるとなんか街って面白いですね、どういう位置づけになるのか、住んで本籍もじゃ違うし、あれですでもだからふるさと納税、確かにふるさと納税と同じ感じ、私はこことここをつながって最低限、確かに、住んでいるところっていうのにある程度税金は払わなきゃいけない、だけど、3分の1ぐらいは自分の好きなところとか関係があるところに払ってもいいよ、みたいな、住民税でふるさと納税なの比率が大きくなるみたいなことだよね、まあでもそういう感じ、単語は嫌だけど自分から始まることが多くなる、そうそれはすごいありますよね、確かに税金もじゃ住民じゃなくてもそこ確かにね、そうなの、そういう愛する場所に、それなんか、そうなってくる、渋谷そういう意味ではね愛されてると思う、だからもっとふるさと納税が、来ても、渋谷に生まれてなくて渋谷に住んでないけど渋谷で洋服屋の
店員をやりながら渋谷が大好きで、渋谷でお店で働いて、渋谷でご飯食べて、渋谷で飲んでライブハウスに帰る人の渋谷ラブっていうのが今あんまり行政に生かされてないじゃないですか。渋谷っていうことの行政なんかあれですかね、渋谷ラブ度っていうなんかこうバロメーターをなんか作ったそこが、そのまあそこがシビックプライドだから、それをまあ生かす、それは数値化できるといいのかな。でもなんかよく渋谷の方、渋谷のこう街づくりとかいろいろ合うじゃないですか。そうすると渋谷区民じゃなくてすいませんって言われるんですけど、別になんかそれあんま関係ないんですよね。うんうん、なんかでもすごいよく行ってますみたいな感じなんですけど、確かに愛は渋谷へ高い方はとても、まあたまたま周りにそういう人たちが多いのかもしれないですけど。あと僕一個ちょっと最近自分の中のビッグヒットした件がちょっとお話ししたいんですけど、まあコロナのまあいろいろ病気で大変だったりもあると思うんですけど、まあオリンピックレガシーじゃないけどね、まあコロナレガシーみたいなことで言うと。バリバリ働きで、まあ、僕スキーが好きなんで、去年60日滑走、東京で働きながら60日滑走を目指して結局45日目で骨折っちゃったんで終わったんですけど、あのペースで行ってたら60日行ってたんですよ、だから働きながら、まあ、それはリモート の恩恵だと思うんですけど、働きながら趣味が目いっぱいできるっていうのも一つレガシーだなと思ったのと、もう一個は僕は今、まあ、息子が小3なんですけど、毎日6時に僕帰ってご飯息子と食べるんですけど、多分この何十年かで経済成長している国の中でバリバリ働きながら毎日6時に子供とご飯食べれる環境ってあんまなかったじゃないですか。日本ではなかったけど、そうそう、でも結局そうなのよ、それがすごいことだなと思って、毎日6時、まあ、コロナ遺産かもしれない、それは日本にとっては、それはもう本当にコロナレガシーだと思ってて、まあ、リモートの問題よく言われるんですけど、子供と、まあ、またまた僕ら毎日子供の顔を見るっていうのはそこで何するわけでもないけど、子供が小さい期間に限られている時に、昔だったら日本で転勤もあれば残業もある中で、小学生の一番可愛い時なんか6年しかないわけで、そう考えるとその毎日6時にご飯食べれる、まあ、それは妻もいて家族っていう単位の見直しみたいなことだと思うんですけど、それはすごいレガシーだなと思って、そこはビッグマーケットって言い方はしないですけど、ものすごいビッグチェンジ、いい方にビッグチェンジしたことなんで、そこからなんか違う、まあ、だからお惣菜外で食べないでお惣菜買ってこねえって直接つながるわけじゃないんだけど、その大きな変化は何か今後に大きな街の作り方や家のありように、その2つ、そのリモート好きなことしない、まあ、距離の問題と家族との関係というか、外の方が楽しくて、なんか常に刺激を求めて外の方が楽しいんだじゃなくて、自分が主体となってどう楽しむか、まずは家の中でも楽しめるよねみたいな感じは、あのビッグイノベーションだと思って、その子供の顔を6時に見れるっていうことは、何かこの社会に大きな、それは日本の常識、世界の非常識、非常識ですね。普通はみんな6時、本当そうですよね。オーストラリアの事務所で一緒に仕事してるんだけど、彼らはもう6時とか晩飯に家にいない、あの家族は家族じゃないって言ってね、そうだよね、絶対にあの帰ってで飯を食って、いやじゃないと家族の一員になれないって言ってました。この前やっぱフランス、もっとフランスに住んでた方とたまたまこのコロナで店が8時で閉まって東京食べるとこないよねって言ったら、これフランス、これが普通だよ、当たり前だ、この日本のこの状況はフランスのコロナ前だよってコロナ前言ってて、まあ確かになみたいな、コンビニもないし、確かに、確かに24時間なんて空いてないしね、自動販売機もね、日曜日休みだしね、奥森さんどうですか。はい、いや今のね、文人とかね、その働き方が変わったっていうのが多分その大きなヒントで、やっぱりその街づくり考えた時に、今までなんかこう都市対地方っていう言葉が僕らのどちらかというと、そのさっきの佐藤さんの話じゃないけど、これまでの常識、そこは対立構造にあって、地方は都市に人を奪われて、で文化も何も奪われて、みたいな感じで、で過疎化が起きて、で一方で都市はなんか過密で問題だみたいな、だけど今みたいにその文人一人の個人だったり家族だったりいろんなのがこう、まあ、分化していくっていう関係性とか、それが実際のその、あの個人だけじゃなくて場所としても、佐藤さん言ったみたいにここで働いたりここで遊んだりみたいな、1年のなんか3分の1ぐらいはどっか違うところいるみたいなことが、なんかレガシーとして感じますよね。それって今あの言ったその都市と地方の関係が大きく変わるきっかけになるんじゃないかなというふうにちょっと思ってて、今まで その対立構造じゃなくて、こうつながりを持ちながら、それも一つの場所と一つの場所じゃなくて複数の場所と、まあ都市も含めてこう
関係性を持って、それは実際働く場所なのか、うん、エネルギーなのか文化なのか、ちょっといろんなテーマでつながっていくと思うんだけど、うん、そういったことが議論できるようにこれからはどんどん変わっていくんじゃないかなというのが今一番感じ、その時にぜひ渋谷にその都市側の代表としてね、常に魅力的であって、あの都市で行くんだったら渋谷にやっぱり何かのことで、まあ、働きだったりつながりを持っていたいみたいな、うん、そういう場所になってくれるとすごくいいなと思いますけどね、うん、でもやっぱ土地が持つエネルギーとかパワーみたいなものでね、うん、やっぱり人は集まってきたりとかすると思うんで、うん、なんかねそういうやっぱりものっていうのを常に都市としても生み出しますし、さっきの地域地方、私もあの結構2拠点というか伊豆に家を持ってる、行ってる、行き来してるわけですよ、もともと週の、いや週単位で、それとも月単位で、あでもなんか週末とか、うん、でなんかコロナになって、うん、あの行けるようになったりして、うん、あれなあの車で行くっていうので、もうもっと行きたいんですけど、本当はもう1ヶ月ぐらいずっといたいっていうか、うん、なんかいたいんだけどちょっといろいろあって行けてないんですけど、やっぱりそういうのをもうでも10年ぐらいですかねやってますね、うん、っていうの最近割と滑らかってキーワードがよく、うん、あの人間関係とか街とか対立の次に滑、うん、まあ、滑らかな社会とか滑らかとか、あとよくあのこういうカンファレンスだとグラデーション、まあ、僕デザインの仕事してる、うん、最近グラデーションがもうめちゃくちゃ多いんですよね、で、うん、もちろんそれは多様性とかの象徴でもあるんですけど、うん、確かに変化感っていうか、やっぱこう動いてる感っていうか、こう何かを一つの決め事じゃなくて、変化するとか、うん、グラデーションとか多様性とか、まあ、このね、うん、あの SIW の、 あのグラフィックもまあグラデーションですけど、グラデーションはすごい多様、うん、まあ、グラデーションとか滑らかっていう考え方が、うん、やっぱすごく今、うん、ああまあ、フィーチャーされてますよね、少しね。それがぜひね、まちづくりにもあの同じようなコンセプトが出てくると思うんですね。だから都市、地方の二項対立じゃなくて、間もなくなっていくし、もうそこがこう、お互いこう、うんうんうん、参入し合うみたいな形ができると、うん、なんか今までとはちょっと違う感覚になるんじゃないかなっていう、うん、意外とコネクトの次は滑らかじゃないですかね、滑らか、なんかそういう、うん、滑らかいいですね、滑らかいいですね確かに僕も受け売りなんであれですけど滑らかいいなとはずっと思うでですね、ちょっとここでこの書籍にも、ね、ご登場いただいている方が会場にもいらっしゃるので、お話をちょっとお聞き、せっかくなので、あのね、あの皆さん渋谷の街づくりに関わられたということで、ちょっとぜひお話をいただきたいと思ってるんですけど、東急の秋元さんいらっしゃいますか。秋元さん、はい、あのはい、なんかちょっとこれもだってずっとね関わられていらっしゃる。いえいえ、すいません、そんなんですけど、なんかこうすいません、長々とお話をさせていただいたんですがこの文脈でこのメンバーの中でこれを話してたら結構きついかもしれない。いろいろ大変なね思いもされたので、なんかちょっとぜひ一言、あの本人もいろいろ出てエリアマネジメントとかいろいろやられていたんですけど、一言だけちょっとお願いします、はい、ぜひ思いをぶつけてね、思いを大変だった思いでも、そんなにそんな振られ方ですか、すいません、うん、いやいやいや、あの東急の秋元と申します。エリアマネジメント の、 あの本の中では、はい、であのちょっとあの登場させていただいているということなんですけれども、いや、あの街づくりのアイデアっていうのがこうテーマになっている中で、そのあの、まあ、私なりにあのエリアマネジメントをやってきて思っていることっていうのを少しお話ししたらいいのかなって思いながら、うん、はい、あの伺ってたんですけど、なんかちょっとそうですね、あのなんか例えばなんですけど、これからって考えた時にそのネオ劇場都市みたいなことを少し考えたんですね、うん、でそれって何かというと、そのこの劇場いっぱい作りましょうみたいな話じゃなくて、その中と屋内もそうですけど、外の空間でこう人と人が出会えるみたいなことって大事なのかなと。で今日の話の中にもありましたけど、世界と直接つながれるっていう中でリアルの意味っていう話の中で、こうリアルにこう人と出会えるとか、こういう場でこう人と出会えるつながっていける、その価値っていうのはあのすごい大事なんじゃないかな、特別なんじゃないかなと思ってると、うんうんうん、で劇場っていう場所ってやっぱりその箱はあるんだけれども、そこでこう想像力がかきたてられたりとか、新しい人の出会いが生まれたりする
なんかそういう、その文化が生まれるパワーみたいなものがこう渋谷の価値になっていったらいいんじゃないかと、うん、でもう一つ思った時あもう一つあるのが、うん、そのちょっとイメージしたのがちょっとルービックキューブなんですけど、うん、あのルービックキューブはあの、まあ、一個一個の面があのいろんな色になってると。で渋谷のルービックキューブはもしかしたらあの、まあ、四角じゃないかもしれないんですけれども、うん、あのもしかしたらそのさっきの滑らかでいろんなグラデーションになってるかもしれない。それはあの一個一個のパーツ自体はその多様性だったり個性だったりが集まってるんだけれども、うんうん、もしかしたらこうある時あるタイミングではこうカチャッと変わってなんかまばゆい光になってこう発信できるみたいな、そんな仕掛けがあったらいいんじゃないかなと思ってると。でそれはまあ舞台装置なのかもしれないんですけれども、なんかこうソフトの部分でもこうなんかうまくやっていかなきゃいけないんだろうと。でそう考えるとそのなんだろう ハードな部分もそうは舞台装置としての仕掛けで、まあエリアマネジメントのその取り上げていただいた中ではそのデジタルサイネージ屋外に作りましたっていう話だったりとか、地下の広場をあの作りましたとか、あのそういう話の中だったんですけれども、そのなんて言うんでしょう、多様な人たちがいろんな形で活動している中でそれをこうなんでしょう、日本の人たち そのシビックプライドとして世界に発信していくとするならば、うん、そのソフトの部分も必要な気がしていて、うん、その人と人とをつなげるそのいろんな活動をしている、さっきの内藤先生の話でいくといろんな方向を向いているんだけれども、うん、ある時こう発信できるようなあのパワーを作るためのこうソフトの部分っていうのが、まあ、おそらくマネジメントなんだと思うんですけど、の仕組み、これはもしかしたら未来デザインかもしれないし、ソーシャルイノベーションウィーク、こういうここに関わる人たちのつながりっていうのをこ うまくこうパワーにしていくことが多分渋谷にとって大事で、うんうん、なんじゃないかなっていうふうに思いながら、うん、あのお話を伺ってたというところですかね。すいません、ちょっと取り留めない話になっちゃいましたけど、そんなふうに思いました。ありがとうございます。いや、なんかパワーが、つながりとパワーみたいなね、やっぱそういうものが渋谷はでもそういう方が多いなって私もすごい思っていてですけど、ね、あのルービックキューブでこう、ねね、カチャッと回してこうグラデーションのルービックキューブ で丸くたら難しくて大変かなと思って言ったんだけど、でもそれがなんかねこうカチャッといった時に新しい光を発するっていうのはね、まあ、まさになんかそういうものを場所だったりあの実際のこうこと作りみたいなことができるといいですよね。いや素晴らしいね、ありがとうございます。じゃあちょっと先ほど名前も出てましたけど、ストーさんね、もともと渋谷区でずっと街づくりで、今未来デザインでも公共空間とかいろんなこと立ち上げからあれですけど、ぜひなんかこの街づくりずっと何十年、ストーさん40年ぐらいやられてますか。こんばんは。こんばんは。あ、大丈夫ですか。はい、はい、今日はあのとても懐かしい話もたくさん聞けて、うん、林さんのさっき あの内藤先生の話もあの場面をもう思い出すのごとくまさにそうでしたよねと。それからあの佐藤夏夫さんがおっしゃってたその変わっていくべきものと何をこう守るって言ったら変なんですけども、変わっちゃいけないものっていうのは僕も対談の中で同様のこと書いてるんですけども、将来の話としてはなんかこうなんとなくなんですがこう懐かしい未来ができたらいいなっていうふうに思っていて、言葉が合ってるのかとかあれなんですけども、なんかこうキラキラして最先端だけじゃないそういうものがこう渋谷っていうものと結びつくといいなと思ってます。でそれにはあのさっき奥森さんが話していただいた、デザイン会議の仕組み、その計画段階からこうオープンにして議論をしていくっていうその仕組みってすごいことができたんだなって今になってまさに本当に進めることができてよかったなと思っていて、そういう意味ではもっともっとオープンにいろんなことが全てがこうオープンになってる渋谷があると渋谷だよねと、渋谷って何って言われた時に、まあ、そういうことが見えるといいなと。でもう一つだけちょっと言わせていただくと、あの道路法っていう法律があって、うん、国交省の道路局が2040年道路の景色が変わると、で道路法ができた時にはなかった道路で滞留してコミュニティが生まれるっていうことを、まあ、言及したんですね。これはあの私行政出身なんで、いやすごいことになったなと、やっと
社会が変わるかもしれないっていうすごい期待を持っていて、そういう意味では今までなかなか使いこなせなかった道路や公園も含めてですね、公共の場がその街のリビングみたいにいろんな人の居場所を作れる可能性がすごく広がったなと思っています。まあ、そういう意味では、まあ、みんなでいろんなことを考えられるんだなと思っていますし、渋谷の街がこう良くなっていくのはそのことだけ見ると どこの、 あの地方でも同じことが起きちゃうんですけども、渋谷はやっぱり地形の話もあるし、それから発展してきた経緯もあるし、何しろあの謎の場所がまだまだあると思っていて、それがこうなくならないといいなと、なくさないようにするため の、 その新しい仕組みなんかもあの奥森さんのところでも考えていただいて、渋谷区も今日いらしてますけども、まあ新しい仕組みで街の、 そのスケール感が、これも内藤先生がよくおっしゃってた大中小っていういろんなスケールが壊れないようにすることで、いろんな機能が入っていることがこう単一化しないということが可能になるだろうということで、そこに向かってあのみんなで進んでいったらいいなと思ってます。ちょっと取り留めなく話しちゃいますけど、ありがとうございました。ありがとうございました。私もずっと教えてもらっていて、父さんに2017年の時からいろんな渋谷のことを、なのでなんかその道路の話ずっとねしているので、もう本当にそういうようなこうものが、なんか渋谷の中がそうやって道路で人が交わるとかなったらすごい、ね、見たい景色かなというふうに思います。ちょっとじゃあもうあと一人、渋谷区のあれ米山いらっしゃいますかね。米山さん、はい、一言渋谷区のね方も、すいません突然刺して、まさか刺されると皆さん思われてないかもしれないですが、はい、はい、あのすいません、あの今はあの渋谷区土木部管理課長の米山です。まあ、本の中でも書いてますけれども、書かれてますけれども、あの渋谷駅周辺の街づくりが始まった最初の頃携わってあのものとしてですね、うん、今日あのいろいろな話を聞いている中で、非常にだいぶ変わってきたなっていうのを感じてます。それはあのこれまで行政主導だったその町づくりというのが、うん、これがまあいろんな町の意見を入れながら進められているといったところが非常に多く感じてまして、でさらにですね、今特にあのハード部分ではなくてソフトの部分も力入れ始めているといったことがですね、非常に平成で言いますと平成12年当時から大きく変わってきたなというふうに今感じていて、すごく頼もしく思っているところです。で、今回こういったお話のきっかけというのが渋谷駅周辺の話であるんですけれども、うん、やっぱ渋谷区というのは笹塚とか、まあ、本町、旗ヶ谷、あちらの方もございますし、あるいは恵比寿、広尾地区もそういう、まあ、そういった地区もさまざまな顔を持った区というふうに思っています。でやっぱりその中ででもその街づくりというのはハードだけではなくソフトをやっぱり一緒にやっていかなくちゃいけない。それでその中の手法としてこういった、クリエイティブの方たちも携わったりとか、あるいは地域の方たちをどういうふうに巻き込んでいくかというのを考えていく、それがあって全体的な街づくりかなというふうに思っています。であとそれともう一つ須藤さんが今言ってましたその道路法 の、 ことが変わってこれからは公園や道路もその一つの滞留空間を創出できるような仕組みというのが確かにできてきたといったことです。まだこれ始まったばっかりなんで今後それは楽しみにしていきたいなと思うんですけれども、やっぱそこ の、 中でもその沿道の街づくり、それはもう公共空間とその敷地内、宅地内、そこも含めた全体的な面として の、 空間というのをどういうふうに考えていくかというのが非常に重要かなと、
うん、でもやはりそこの中にもその、まあ、ソフトでもハードでも両方あるかなというふうに思っているので、これから先ですね、道路の中にできる空間というのは僕自身も楽しみにして、おりますので、見守っていきたいなというふうに思ってございます。以上です。ありがとうございます。なんかごめんなさい、もう米山さんとは本当にあの渋谷の立ち上がりの頃ずっと一緒にやってて、うん、で当時一番一緒にやって苦労して今のソフトってことを思い出したのは光栄を一緒にやってたんですよね、うん、まあ、あの行政側であの、うん、僕はあのコンサルタントしてたんだけど、その時にミュージカルホールあるじゃないですか、ね、ミュージカルホールが街のためになるってことをね、もう証明しなきゃいけなくて、それが一番大変だった。だってミュージカルって誰もよく知らないですよね、正直、うん、日本にミュージカルホールって本当の意味でなかったので、うん、それをね、まあ、よく2人でああでもないこうでもないって話をして、いかにミュージカルがこう渋谷の街に貢献するんだと、はい、で実際出来上がって明らかにねあれはできて変わってると思うんだけど、うん、まあ、そんな話をまさにあの議論しましたよね。もともとあそこは何でしたっけ、ええ、映画館があって、はい、その情報発信して、はい、あのやっていこうって、あのそういったね、うん、あのことをいろいろ考えてて、じゃあそういったエンターテインメントはどういったところにあるんだと、あの文化村であったりとかそういったのをつなぎ合わせていくと、うん、あそこに成り立つねっていうことでいろいろ議論してました。そうですね、非常に楽しく思ってありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとお時間がですね、意外とあっという間になりまして、ここからちょっとアイデアの短冊を皆さんに書いていただくということで、今日なんかいろんな話を聞いて逆にいやこんなことしてみたいとかこうなったらいいなっていう一言を書いていただいて、ここのクロージングにしたいなというふうに思ってます。言った言葉でももう全然大丈夫ですけれども、なんか意外とあっという間に過ぎてしまいまして、ちょっとなんか質問とかそういうのも来ているんですが、書いてるし、コメントが来てますね。僕たちはみんな大人に なれなかったを見てからこの話を聞いてるけどすごくいい感じっていうコメントが来てるんですけど、あとはなんか若者が自由に遊べる場所であり、そのカオスの中からカルチャーが生まれる場所であったと今日のお話を聞いて思い出しましたみたいな、結構前からやっぱりいられてる方とか、私は若者ではないんですが中年と若者の交流が自然に生まれるような場所やコミュニティが渋谷に存在すると良いなと思うのはいかがでしょうかみたいな、やっぱ なかなか中年と若者とかその世代のギャップがまだあるのかなみたいなことと、なんか若者のカルチャー守る最後の砦のように感じてますっていうコメントがあります。渋谷居場所がなくなっちゃったんでしょうか、若い人たちのみんなオンラインに行ってしまったんでしょうかね、なんかそういうようなものが出てきていますけども、ちなみにあのバーチャル渋谷は年代を超えて人が来ていまして、年代自体もわからない、男女かもどうかもわからなくて、大体なんか女の子の VTuber はほとんどの人が男性らしいです。 VTuber のなんか、はい、なんかねやっぱり男性が結構年齢高い方が可愛い女の子になってこう VTuber とかアバターになるっていうのが多いっていうのは聞きました。はい、はい、ではちょっとあの一言ずつ、じゃあまずは、夏尾さんからいいでしょうか。はい、はいはい、お願いします。はい、僕は滑らかなカオス絵って書きました。うん、でこれポイントは絵なんですね。うん、滑らかなカオスでもなくて、まあ、そこに向かって進んでいくという意味を込めて滑らかなカオス絵絵がポイントです。絵、はい、に向かっていこう、はい、ということですね。動きが変化感です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。滑らかなカオスってすごいですね。うん、ウェットでいいですね。エロティックな。はい、じゃあ次私。はい、お願いします。うん。はい。ヘイトとラブは一緒。うん。これはかなって思って。うん、
嫌だっていうことは実は嫌だ、なんて言うんだろうな、目に毎日していると話をしなくても愛情を持つ、つまり障害を持っている人が例えばね、自分の兄弟でいるとするじゃない、いつもおはようって言って、別にそれって兄弟で話をするから愛情が湧くんじゃなくて、毎日目に見えるから、障害者ではなくて、なんとかちゃんっていう名前があり、別にその人になるわけじゃない、なんかそれと同じで嫌だなって思ったぐらいが実は毎日会ってたらすごい好きになるっていうのがあると思っていて、なんかそういうヘイトとラブが一緒になるっていうような空間を作っていきたいし、渋谷がそうじゃないかなって思った。面白い、さっきの夏代さんの気持ち悪いみたいな、ああいうのもあるんですよね、と一緒だなと思って、今日仲良しだったね。はい、ありがとうございます。拍手お願いします。では高橋さんお願いします。優しいっていう、はい、今日はずっと聞いてて最後思ったのが、渋谷ってなんかすごい優しい街なんだなっていうのをすごい感じました。なのでこれからも優しい街であってほしいなっていう短冊です。それはなんか話聞いてて優しいと思ったのはなんか、なんかそのコントロールされない街だなとか、 あと受け入れ力が半端なくあるとか、なんかそういうところがやっぱり結構日本の中でも突出して優しい街なんじゃないかなってポロッと思ったぐらいです。うん、ちょっと今日気がついた、今日気がつきましたね、なんかそういやそうだなみたいな。でもね、あんまりね、優しいって言葉言われたことないもんね、そんなにね。なんか今日あれなんですよ、僕このソーシャルイノベーションとかでイノベーションとかって書いてあるから、結構皆さんでガツガツした話をするんじゃないかと思って結構ドキドキしてて、地方から来て、ところがほとんどの話がすごい優しい話だったんで、なんか渋谷のなんかコアなところにそういう優しさみたいなのがあるんじゃないかなっていうのはすごい思いましたけどね。すごくなんか嬉しい ね、 ね、泣いちゃいそうですね。な次第2弾の第2弾大久保さん泣いたらすごい、ね、ありがとうございます。素晴らしいありがとうございます。じゃあ最後、これ締めとなっております。やっぱり締めは今日のテーマ、渋谷系まちづくりで、最後佐藤さんに言われてえってつけました。えってこうよく見えないんだけど、まあ今回のね、タイトル、長田さんとも結構研究、何回やりましたよ、やって、でも本当にね、いろんな議論したんですよ。で、これがカタカナなのかどうかっていうこともね、議論したりして、で、まあ、ベースにあるのさっきから話してたその渋谷の、まあ、今日で高橋さんの言葉じゃないけど、優しさだったり、その、街づくりがカルチャーになってるんじゃないかとかね、そういう議論を込めて、この言葉、タイトルにしたので、こういう、このタイトルだけじゃないんだけど、まあ、こういう言葉が、こう世の中に共有されるようになるということが少しでもあるといいなと思って、最後そういうタイトルにしました。いや、素晴らしい、ありがとうございます。ちょっと本をここにね、はい、ではちょっと2分ほど過ぎましたけれども、渋谷系まちづくりでもね、いろいろ議論したときにね、やっぱり街の持つ力と人、それが集まってくる人が街を作ってるんだねっていうような話になって、まあ、いろんな方たちが出て、まあ、ここにねもう収まらない人たちが多分、ね、いっぱいいらっしゃると思うので、ぜひソーシャルイノベーションウィークはまさにそういう人たちが集まってアイデアを生み出して、そこでどんどん次の実験から実装で、それが当たり前になるっていうこと、10年後には当たり前になってるみたいな形にできたらいいなっていうような場なので、ここで毎年いろんな方に お声掛けして、もう来てください来てくださいって最近みんな来てくれるんですよ。で、本当にありがたいなというふうに思っておりますので、また引き続きぜひこういうね、どんどん議論も進めながら滑らかなコースに向かって優しい街へ
で、それはヘイトとラブということでまとめさせていただければというふうに思います。まず会場になんかたくさん本当来ていただきましてありがとうございます。ぜひ、ね、本の宣伝もお願いいたします。あとは視聴いただいている方も2時間本当に長かった2時間3分ですので、はい、ありがとうございます。で、ね、パネリストの皆さん本当にありがとうございました。はい、じゃあまた引き続きよろしくお願いします。はい。